さあ、ライブ配信をしようってね、思って3日ぐらい経ってしまって、いや、もうこれはね、きっかけがないと、っていうか、準備を完璧にしないとダメダメって思ってるうちにね、こんな3日も遅れてしまって、で、情報っていうか、まとめた台本っていうのは、このままだから。と思って、もう何、みんなが眠ってしまってる今に、今、試しに配信を行ってみて、で、足らなかった部分を、調整して、で、再度、そうだな、週末の、まあ、ゴールデンのタイムかな、ぐらいに配信するといいかなと思ったんですよ。そうだな、エニカラーとか、カバーの株をね、めちゃくちゃ買って、めちゃくちゃ損した。具体的に言うと、こんばんは、よしゆきさんか。待って、コメントをね、表示させます。表示させる。いやー、ちょっとこれ、癖があるんですよね。OBS の設定が。コメントを反映します。で、URL。これをね、反映させると。もう出てきた。よ。で、ここに表示させるか。ただいま、同時視聴者は5人です。まあ、ゴールデンタイムの時とか、まあ一番配信してる時、1万人のライブ記念の時には1万人いました。あ、めっちゃ大丈夫、ごめん。100人くらいいましたね。いや、これだけ見てくれるのかーって。で、今は音楽も何もなし。音楽が、どうやったら流すのかなー。チャット率1。おお、なるほど。こういうので見れるんだね。まあ。キャプチャー、スライドショー、で、オン。エニカラーの決算資料を見ているときに、まあ、すごくね、面白い資料だなって。まあ、割安かっていう、株価の指標を見るつもりで分析はしたんですけど、まあ、何、僕が VTuber 事務所を作りたいって思った時に、これ未来のやり方書いてあるんだと思って、その取り組みっていうかな、資金調達をどのように行ったのかとか、で、今、どの程度かな、収益っていうのは、まあ、投資家っていうのは、このエニカラとか配信事務所っていうのはスーパーチャットとか、そんなもんでしょって思ってたんですけど、ちょっと違ったなんて。いや、ちょっとじゃないな、だいぶ。ライブコマース?マーチャンダイジングって言ってたな。つまり、ボイス販売かな。コンテンツ販売か。その、データ、形じゃないものを売って、それで利益を。それで、ちょっと微妙に変化した具合じゃなくてね、結構変化していたので めっちゃ割安な株価だなと思ったんですよ。ただ、まあ割安と思っても、みんながそう、投資する人たちがね、これ割安だ、よし買おうって思わないと、実際に万年株安のままなので、まあ、そうそう。まあ正直言ってね、まあ今、準備運動みたいなライブ配信なので、まあ好きな質問してもらって構わないし、そうだな、僕の一人言をほとんど言って過ごして、まあそういう時間を設けた方がいいなという結論に至ったんですよね。まあそれはどうしてかっていうと、まあ今までは、まあスライドショーというか、おっと 待って。サブ。どう映ってるのか。もう一個の端末で表示させて。これでコメントが見えるね、直接。で、待って、今から、外れて。トラッキングが外れて、少し小細工をしています。
これが聞こえるかは分かんないけど。あ、間違えた。復帰。うぅ。まあ、誰が見てるってわけじゃなくて、アウトプットする、自分が思ったことを、周りに見られてる、まあ、アウトプットしているっていう自覚を持ちながら、そういう時間が必要だと、まあ、感じるようになったんですよね。それは、心理学の、ほら、唐沢志音先生が言ってた、アウトプット大全であった、インプットが2で、アウトプットが8。2対8。だから、そうだな、まあ、毎日1時間ぐらいの配信っていうかライブでつぶやく時間っていうのは必要なんじゃないかと思うんですよね。まあだいぶ、まあ、根詰める割には僕何にも事業っていうかな VTube の活動規模認知度の拡大っていうのは進まなかったので、なんだろう、もう少しねゆとりを持って空回りしちゃうから、なんていうかな、あれやこれやってやっても、まあ人間の力が分散していくから結局一つに集中しないといけない。まあ組織として働いている、動いている、動かしているんだったらまあ別ですけど、なんというかな、そのまあ僕っていうか僕のチャンネルのメンバーっていうのは、まあ組織としてはまあ動いているけど、なんて、そのお金が発生してるわけではないんだよね。僕を好きな人、あの経営理念に、共感できる人たちが一緒に作業してくれるよっていう人で構成されていて、なので、そのお金が発生しないから強制でもないんですよね。別に契約書を交わしてるわけでもないので。で、まあその代わり、まあお金を払わなくていい代わりに、そのメリットとして、相手が、そのメンバーでね、提示するものがあって、で、僕はそれを、報酬として、お金以外のもので、還元してるんですね。例えば、一人に、まあ、このメンバーシップに、あの、おじさん、7000万円も運用していて、もうファイアした、引退したおじさんがいるんですよね。うん、おじさんだよね。55歳だから。それで、娘が VTuber になりたいって、まあ、今度高校生になる娘さんみたいなんですけど、で、その、あの、これだけライバル、VTuber がね、5万人とか、たくさんいるので、もちろん出たら埋もれるに決まってるじゃないですか。で、歌が上手いか、いや、まだ全然そういう声優学校にも行かないし、で、声優学校に行ったとしても、ライバルめっちゃいるから、それで生きていくかっていうのもダメなんですよね。その事務所なりの、そのちゃんとライブ配信して、その、コンテンツに仕上げないといけないんだ。ライブ配信で何を話すか。そうだな、雑談か。よくみんなそういうのできるな。どうでもいい、その自分の課題とか、環境が変化してしないどうでもいい雑談っていうのは僕あまり、っていうかな、好きじゃないんですよね。まあ、気の知れた人と、まあどうでもいい話すること、あんまりないかもしれない。やっぱり、あるかなと思ったけど、ないな。そういう友達は、バッサリ切っていったからね。で、まあ、バッサリ切っていって、孤独になって、で、自分のことを考えるようになった。で、なんていうかな、その VTuber でね稼いでやろうって思った時期はあったけど、それよりも普通に株式を運用してその利益の方が割にいいっていうかな、コストパフォーマンスが非常にいいことが分かったんですよね。非常にその条件に合致した株っていうのをまあポチポチ買っていく、それだけでお金が増えていく。で、しかもその僕が事務員、会社員をやっていた時代よりも稼げるので、そうそう。そんな時代、なんで僕がこれだけ、通勤ね、2時間かけて、往復4時間かけて、定時で帰ったとしてもね、夜に帰ってきて、で、それで1ヶ月経って、手取りが14万円ってね、まったく。で、
今はまあ株でスマホでね、ポチポチっていうかな、買うだけで、何の生産性もない、仕事をした、人間に貢献したっていうわけではないのに、なんていうかな、その、一生懸命頑張っている人より稼げるっていう、そんな不公平な世界あるんだ、と思いながら。フィリピン、アラーム時期、アラーム設定。これか。で、コメント。何人の人が見ているとかは、まあどうでもよくて。こうなんだろうね。こう見てる人、見てるけどコメントはしない。まあ僕もね、コメントはしないタイプだけど、どうせ誰かがコメントするさってね、思って眺めているし。まあラジオみたいに眺めているっていう感覚もわかった。まあ無駄にダラダラ見るって僕はそういうしないたちだったけど、何もしない、デジタルデトックスみたいな、何もしない時間帯にダラダラと聞くっていうのは、必要だなって。じゃないと僕すっごい根詰めすぎて、いつもそのビジネスのことについて考えて、で、何も進展しないから焦って、もう吐き気がするぐらいっていうパニック症になったんだよね。なんだろう、体調不良と被ったのか。だから、今、きつかったな。いや、まあ今もきついか。まあでも、正気を保ってられるくらいにはなったのでね。やってたんで、びっくりして開きました。そうですね。なんだろう。動画が主力だったんですけど、GM さんね。どうしようかな。センターか。で、コメントを、コメント?あれ?コメントがない。忘れちゃった。この OBS にコメントがないな。YouTube コメント。で、これがコメントなんだよね。YouTube コメント。ライブ配信をしてないから、やっぱここ、慣れないとダメだな。どうしたっけ ?YouTube、Web か。わかってきた。YouTube コメント。まあ、見つけた。これだ。いけた。いつも勉強させてもらっています。まあ、ライブ配信って、って結構得だと思うんだよね。僕が今までやってきた、培ってきたノウハウ。その、みんなに、視聴者に面白いように、なんだろう、激戦して、僕が本当は実際それ収録に2時間くらいかけてるんですよね。2時間くらい喋ったやつを20分とか、まあ30分とかに圧縮してるから、まあ面白くない部分を取っ払ってんだけど、それ全部をなんとなく理解して、しないと、自分で考えて運用するまでには至らないんですよね。で、僕は他のツイッターの人とかを見て、毎日10万円とか20万円とか、稼いでる人たちを見て、なんでこの人たちってめっちゃ稼ぐのかな。しかもね、会社員をやっていて、片手間で、で、トイレでちょっとみたいなぐらいで、10万、20万とかやって、僕はそれがね、非常に気に食わないし、多分、みんなが、みんなもそう思ってるんだよね。こいつなんで会社サボって、まあ、休み時間ね。そんな、月収以上稼いでるの、部長以上稼いでるの、っていうのも、まあ僕は、平社員だったけど、その頑張ってる、店長とか部長とかを見てきたので、そう、筋肉がない。まあ、そういうし、なんで、与沢翼さんもね、おっしゃってたんですけど、今はだいぶ痩せて、いい顔になってきましたよね。若い時めっちゃ太ってて、悪役って、ブサイクみたいな、そういう感じ。ブサイクっていうのはその悪さをしてるような顔なんですよね。まあ、で、結局、その破綻しちゃったけど、ね、とにかく僕が言いたいのは、
何の話だったっけ？ あ、そうそう、嫉妬か。嫉妬すること、まず株で成功するとか、お金を稼ぐためには、自分で孤独になって、寂しいけど、それを打ち勝つために、原動力が、きっかけが必要なんですよね。で、与沢翼さんが言ってたことを思い出すと、まず、この今生きている環境に疑問を持つことと、不満を持つことと、怒りを持つことって言ってましたね すごい原動力 若い人が頑張る姿は好感が持てます。おーす。としゆきさんか。なるほどね。いやー、この時間にね、もう今はね、メンバーは、みんな寝てると思うので、メンバーね、二人。手伝ってもらって、サブチャンネルを作ってもらってね。ああ、そっか、生じさせるとダメか。ね、で、もうすぐ収益が可能になるんですよ。ただ、まあ、なんていうかな、YouTube の収益化の条件っていうのは二つあって、一つが、一つがチャンネル登録数1000人。まあこれはね、誰でもだっていけるんですよ。特に VTuber だったりすると、Twitter とか X っていうかな。総合フォローの文化があるので、もう全然相手興味なくても、フォローすればフォローバックされるみたいな。だから、いるでしょ？チャンネル登録数が1万人とか5万人とかいる VTuber がいるけど、再生回数は100、200とか 僕なんだこのくだらんやつは、くだらん動画は と思っちゃった。まあ、エンタメでその取り合いになって、本当に大変そうだなと。で、僕はそこで勝負をするのをやめましたね。あんなところ、雑談で、まあ、可愛い女の子が声を張り上げて 張り上げて、なんていうかな、もうスポーツのエリートなんですよね。だから、もう年取ってくると、途端に戦えなくなってくるのを僕分かってたのね そう。小春くんの考えに、共感持てるから応援したいです。ほのぼとさんね。ほのぼのさんは、存じてますね。メンバーシップに入って、そのグレードアップ版の590円に、入られた方ですよね。なんていうかな、まあ、このライブ配信っていうのは、ま、いつまで撮ってもしょうがないかなと思うから、まあ、一応、まあ、価値のあるか、ものかっていうと、厳選されたものでもないので、90円に、部類分けしようかなと思ってます。そうだな。で、僕がこの話したやつってね、そのチャット GPT で分析できるようになって、っていうかそのみんなの、メンバーシップのおかげで、チャット GPT の有料プランにね、加入することでできて、なんとね、これ、すごい株の分析できるようになったんですよね。もちろん、チャット GPT だけだと、その分析っていうかな、もう当たり障りないことを言ってくるから、プラグインっていうものが必要なんですよ。どうしよう。試しに見てみますか。はい。こんな視聴者にとって有益なチャンネルはマジでないと思ってます。そうですね。なんていうかな。もう、この銘柄が良くて、で、しかも値段設定するんだったら、これで、上はここ、下はここ、アラーム設定して、で、アルゴリズム設定もこれっていう人はあまりいない。で、多分ね、その影響を受けてか、ああ、そうだな、画像を出した方がいいよね。結構この後ろのサムネイルじゃなかった。背景はね、僕気に入ってるんですよ。だって僕が作ったから、東京タワーが映っている、株トレーダーの部屋として出力させました。結構綺麗でしょ。ミッドジャーニーなので、使い方、どうやればいいの？エロいやつとか 画像作れるの？っていう質問も、答えています。結論言うと作れないです。ノベル AI だと、エロいか、映像が作れます。結構ね、そういう性的なやつ好きですよ。まあ、頑張る原動力だよね。モニター左。
メントはね、見えてるんですよ。YouTube のアナリティクスっていうのは見せることは規約上できないって異様な考えだったような気がする。なんかみんな見てないから。でもこれはね、他の一般の、だから、承知させることができる。これだったっけ ?OBS を承知させて。で、僕がちょっと横にずれる。で、コメントここ。スライドショー消す。で、画面を表示させる。よし。チャンネルを運営するときには、もちろんね、ライバルを比較して、で、株だったらどういう人が見られているのか、どういう分野で固まっているのか、エリア圏があるみたいなんですよね。まあ、僕の場合は、ほんと特殊ですけど、VTuber なのか、投資家なのか、まあ、で、両方を兼ねてるんですよね。で、どっちの部類に入るかって言っても、ほんと微妙で、で、僕みたいな、VTuber で、投資をしてる人って、見たことがないですよね。にわか VTuber みたいなのは、いますけど、なんていうかの、他にも、似たようなチャンネルはいるけど、そんな流暢に喋れる人はいないし、うん、淡々と、ニュースを読み上げるだけで、じゃあ、一体何を買えば儲かるのって、いや、僕はそこを知りたいのに、いや、僕だけじゃない、それはみんなだ、とか、思うんですよ。今ね、視聴している回数、人数が25人。こんな真夜中の鬼に。なんていうかな、もう適当にね、ライブ配信を事前にやっていれば100人、ゴールデンタイムとかがあると100人くらい見てくれたことがありますね。27人。何が面白いんだ何について知りたいですかね。まあ僕、何もなければ僕勝手に話していきます。そうだな、僕が思ったこと、その自分の考え方を、ことを整理するために、一ライブ配信というものは必要だと思ったので、ライブ配信をするようになりました。で、なんで、VTuber はライブ配信が必要だっていうのを、ホロライブのインタビューで分かりました。よいしょ。後で見るリストで、屋号。に合わせたこのホロライブのね、ヤゴーさんっていう人、キズナアイのコンテンツ型、アーカイブ型のやつから、もうライブ配信に切り替わっている。で、なんでライブ配信が、VTuber はライブ配信ができるのが、まあいいところで、なんでそのライブ配信をするかっていうと、接触頻度が高いからなんですよね。いつも有益な情報ありがとうございます。ヤバトン。はい。アリさん、ありがとうございます。そうですね。まあ、やっぱり、コメントっていうのはすごくありがたいと思うんですよ。なんでかっていうと、コメントをするためには、文脈を理解していないと、それに合ったコメントっていうものはできないから、そのコメントには、いいねの評価、あとはシェアボタン、その最上位に当たるんですよね。明らかに、その動画に感情輸入しているっていうかな、意識を投入していないとコメントは打てない。なんとなく、見ている BGM とか、ASMR とかで聞いて、おー、最高最高最高ってコメントする人、まあいないでしょうね。もういたら頭おかしい変態だと思うんですけど。ということで、まあコメントのありがたさ、その価値っていうのは理解しています。ああ、何言いたいかってね、ありがとうございます。ああ、そうそう。まあ、どういう株を選んでるとか、買うタイミングについて、話しても全然、構わないんで。そう、ライブ配信の話でしたね。で、ライブ配信をすることによって、接触頻度が高くなるじゃないですか。で、毎日 YouTube を見る人たち、この26人っていうかな、視聴者は。僕はね、いきなりゲリラで開いたやつでも、見てっていうことは、もう常に真夜中まで、YouTube に行く、を日頃から利用している人。で、そこで、僕、ライブ配信だと、接触頻度、チャンネル登録の、コンテンツ、または、運が良ければ、ホーム画面に表示されることが多くなる。はい。まあ、そう。
マトリックさん、こんにちは。毎回ね、毎回コメントしてくれたのを覚えてるので、どこの国の人だっけ？スペインだったっけ？で、ライブ配信の話に戻るか。ここでね、ドラえもんの話が出てるんですよね。誰だっけ？で、まあ、この人、誰か忘れたけど、まあ、この人、じゃあ、ドラえもんみたいな有名な、アニメのキャラクターを喋らせた方がいいんじゃないの？って思うんですけど、まあ、実際に対して、ヤゴーさんは、アニメルックな、まあ、可愛い女の子の、まあ、ホロライブっていうのは可愛い女性の VTuber が人気なので、日本じゃ結構、ジコンさん。はい、こんばんは。なんだっけ。ああ、そうそうそう。話がもう、頭が飛びそうになるな。もう今、アドリブですごい喋ってるので、自分が、でも、一度考えたものじゃないと、これだけ流暢には喋れないんですよね。だからみんなこう、株主訴えられたとかもすごい、なんだかんだ尊敬します。まあ、毎日、ニュース読んでるだけで、まあ、くだらんコンテンツと僕は思ってますけど。うん。ライブ配信は、要は、その VTuber は中に人がいるっていうのが応援される理由に、あとはメンバーシップとか、スーパーチャットとか、ボイスのコンテンツ、マーチャンダイジングとかの、収益源になってるんですよね。ドラえもんがいたとして、それってすごい一方通行なんですよ。それが、AI で動かしたとしても、結局、ああ、僕が今投下したスーパーチャット投げ銭っていうのは、上にも、会社に持っていかれて、そのキャラクターが喜ぶわけでもないな、ということなんですけど、まあ、それで、フォロライブっていうのはその AI を、採用することはないんですかって、まあ、この人の会話に対して、まあ、ヤゴさんが、まあ、普通に人間を雇っていく、みたいな。使っていくと言ってましたね。で、まあ接触頻度を高めるとか、あと、ファン同士の、なんていうかな、密度、密度じゃなかった。親交度かな？親密度か。親密度を高めるために、ライブ配信はやっぱ欠かせないなーって、この、ヤゴーさんのインタビュー聞いて思いましたね。あとは、まあ、ヤゴーさんはそういう、意外とその、僕の分野がで、にすごく似ていて、この人、機械工学系の、大学を出ていて、僕とほぼ同じ分野なんですよね。機械工学科、僕がいた大学っていうのは、まあ言ってもいいよね。蒲郡のね、機械工学科っていうところ。蒲郡の愛知工科大学って言ってね、どうだろう。僕の声が独特だから、まあこれ聞かせて誰かな、わかるって言ったら、ああ、あいつじゃんみたいな、わかるかもしれない。先生だとわかるかもしれないな。ファンのエンゲージ。ああ、そうそう。ビジネスモデルとしては、以前は、この配信コンテンツ、コメントで見えないかな以前は、配信コンテンツ、それは、プラットフォームの手数料、いや、違うな、これは。スーパーチャットとか、まあそういうものの収益源だったんだけど、最近はこの IP っていうのかな？ IP、知的財産らしいんですけど、そのマーチャンダイジング、フィジカル、デジタルの VTuber グッズの販売とか制作、メーカーとの IP ライセンスとか、そういうものの収益がもう大半を占めるようになってきた。まあこれってまだ投資家には知られていないんですよね。大部分、大半の投資家が知らない。名前は知ってるけど、みたいな。そういう状態。ただ、いつ動くかが重要なんですよね。ずっと割安で、それを持っていたって、その、動くまでその株を持っていても、動かないんだったら、そのお金が仕事をしていないのと一緒なんで、資金効率っていうのは悪くなるんですよね。
だから、動いている銘柄にエントリーするのが一番良かったなというのをもう本当に最近になって分かって、僕が配信をしていなかった 2,3 週間の間、かなりね、僕のアルゴリズムに改良が施されたんですよね。アルゴリズム自体はすごく良かったんですけど、まあ、資金がかなり詰まってしまう。現物がすぐに埋まってしまうっていうデメリットっていうのかな。デメリットではないか。欠点があったんですよ。さあ、もっとね、資金効率を上げるためにはどうすればいいか。まあ、精度よく投資をするっていうのも限度があるんですよね。で、細かく YouTube のやつを見て、どんなに精査したとしても、資産が増えていかないっていうことを僕はもう実情で分かってきた。信用取引について、うん。信用取引について、まあ、こういう背景画面があるといいかな。で、まあ、資料とかは、どうだったっけ？まあ、見た方がいいか。まあ、例えばね、これが、昨日の利益で、こう、売り。信用取引で、めっちゃ稼ぐように、なってきたんですよね。まあ、以前のアルゴリズムに改良が施されたから、まあ、毎日これだけじゃないけど、格段に、資産が増えるスピードっていうのは上がりました。自分の資産以上を、レバレッジをかけてやってるので、まあ、こんな数字にはなるんですけど、なんていうかな。じゃあ怖くないの？リスク高くないの？って僕はもちろん思いました。現物派をずっと、どうかな？ 6 年くらいやってきたので、でも、アルゴリズム自体が勝率が 80%、もうだいたい 90% とか、そういう領域なので、なんでかな、運用資産が多ければ、利益がそれに比例して高くなっていく。むしろ気軽にエントリーできる分、その機会損失を減らすことによって、プラス複利で増えていくことができる。まあ、2倍とは言わないけど、資金効率を高く運用できるっていうのが分かってきました。ね、分かんないよね。空飛ぶ狐。ツイッターをね、ちょっと見ると。この人とか、すごいよね。6000株とか買ってる。で、小林製薬。まあ、結構有名だね。ね、売りで入って8万円。全然そんなもんじゃなくて。もういいよ。クラップ。クラップっていう銘柄かな。これもね、なんか午前中入って半日、その日、デイトレードみたいので40万とか稼いで、すごいありえないで、めちゃくちゃ、発言もね、生意気っていうか、生意気だけど、まあ、全然顕著さはかけらもないね。でも結果が出てるから、すごいね、見習わないといけないんだよね。で、分析しないといけない。気に食わないけど、まあ、勉強しないといけない。で、みんな、まあ僕を含めてそうだけど、何を見れば自分の資産に直結するかっていうのを、選択できていない。このように、まあ投資のバックとか、まあたくさんの投資のチャンネルがあって、この人なんか1ヶ月にそう3000人増えてるんだけどね。じゃあこのチャンネルが有益かっていうと、株の中級者にとっては、まあ知ってるよとか、まあそういうレベルなんですよ。参考にはなるよ、もちろん。うん。で、僕は、まあ、そうだな。
そう。僕は自分で買おうとは思ってないから、その、値段を設定する、アラーム設定に使って、で、それに反応したやつを僕が買って、それを公開すると、まあ、ベストなんだろうね。まあ、コメントがね、今のところないから、どうしよう。はい、じゃ、まあ、これでスッキリしたかな。コメントは見えているので、スマートフォンに表示させて。ふう、で、どういうものを知りたいか。そうだな。特に否定のコメントがないとなると、僕は課題を考えます。この課題か。まず、この僕のね、チャンネル。めっちゃ増やそうとはね、思ってないんですよ。増えたところで広告の収入っていうのは、まあ、たかが知れてるっていうのが 分かってきて、それよりは、まあ、株で資産を増やして実績、まあ、1億持ってるよとかね、そういった方がかっこよくて、ね、ニュースでも取り上げられるし、で、それにお金を持ってたとすれば、VTuber 事務所を作りたいという時も、やりたいという時も、なんていうかな、事務所をポンってね、現物で 買って、ね、負債を背負う必要もないし、もう1億持ってる人すごく羨ましいですね。まあ、とにかく実績があると、Twitter にフォローされるし、登録者も上がるし、で、信用度も高まる。だから、実績が何にもないのに、その、賢者の石じゃないんだから、何にもないところに知名度だけ広がってもしょうがないっていうのを僕、思ったんですよ。わかった。うん。だから、まあ、この人たちをパクろうっていう時期もあったんですけど、まあ、パクったからといって、全然勉強にはならないし、僕の資産には全く影響なかったですね。IPO 株は触らないんですか？うん、触んない。IPO 株をエントリーするときに資金って拘束されるじゃないですか。で、拘束して、で、その当選率っていうのは、数パー、3%とか、もう1%ぐらいでね。まあ、2つぐらい、去年当たったことはありますね。楽天銀行と、よくわかんないやつ。で、一気に40万円くらい利益は出たんですよ、その時。破格ですよね、もう。東京ディズニーランドで一人で遊びに行ってる時に、お !20 万！あ、ちょっと待って。こう、顔だよね。こう、ピカン！お !20 万じゃ！東京ディズニーランドで遊んでて、お金まで増えて最高じゃん。なんだ？この働いてお金を稼ぐって。この社畜どもめ、ことを、そう思って、最高のあの時時間でしたね。強いて言うんだったら、一人で行くからめちゃくちゃ寂しかったってことですね。友達とか、彼女とか、行きたいなですね。行きたいな。もう彼女もいないし、ね。マッチングアプリを利用すれば、彼女いないし、付き合ったことないですよねとか言われるし、余計なお世話だなって、こいつ嫌だなとか思ったけど。うん。あ、まあ、つまり、資金が拘束されるから IPO を触るか触らないか、その結論は、触らない。なんでか、その資金拘束されて、それよりは、今動いている、上昇しているものに、アルゴリズムを使ってエントリーした方が儲けるっていうのが分かったからです。あとは、アルゴリズムは、現物、の、その、に最適された値段、株主優待とか配当金とかありきの値段設定だったので、信用取引に、調整した、アルゴリズムの値段設定っていうものが必要だなと思って、信用取引、まあ、現物と信用取引の値段の設定が少しね、変えないといけないなということに気がつきました。で、3月の権利落ち日で、ね、持ってないけど、配当金ってもらえるんですね。知らなかった。無から有、生み出してるじゃんっていう。で、信用取引の手数料もゼロで最高ですよね。より、株式市場が、活発に動き出すでしょう。お茶飲みたい。お湯。
アラーム設定は斬新で、それから登録して見続けています。会員はまだ、そうですね。見てわかります。そうだな。メンバーシップは、まあ本当に僕を応援したい人向け、もしくは VTuber の生き残り方、投資、ビジネス系かな。投資 VTuber が、まあ、どのようにして生き残っていくかっていう戦略、それを、メンバーで議案として、上げて、定期的に動きがあった時に、ミーティングをやるようにしているんですね。で、その決まったことっていうのを発信していたんですよ。いるんですよ。で、590円のグレードした、アップしたやつは、そのメンバーが話し合った内容を載せようと思うんですけど、なんせちょっと、問題が起こって、顔がね、映ってるじゃないですか。それはまずいと。だからみんなアバターで表示してほしいけど、まあ、VTuber を作る、そういう手間なので、どうしたもんかな。そういうところ。がメンバーシップで話しています。あとは、ほら、まあ仮に VTuber 事務所がそのまま順調に作ったとして、で、手伝ってくれた人は、まあ会社が作ってきたら、まあ役員に上がるでしょうね。どこまで。まあお金を持ってファイヤー人たちが集まったから、ああ、メンバーに参加したりとか、手伝ったりはしないけど、メンバーシップの、ミーティングだけ聞きたいよっていう方も、参加、ズームにね、参加しているんですよ。なんとこれね、Pixiv ファンボックスにあるんですけど、毎月5000円なんですよ。いや、高いなーって、申し訳ないなー、と、高いなーって、大丈夫って思ったんですけど、参加した人にとっては、あれ1万円じゃなかったんですかって言われてね、あ、そうなのみたいな思ったり安かった説で、その人参加した人ね、京都に不動産を持っているらしくて、まあ、合計7個持ってますみたいな。じゃあもう7000万円持ってるおじさんもいるし、不動産7個持ってるおじさんもいるし、もう勝ち組の集まりじゃん、コミュニティじゃんと思いますね。だから、事務所を作りたいっていうときは、その、不動産やってる人のね、ノウハウを借りて、なるべくその低金利で借りたりとか、買ったりとか、したらいいんじゃないか、と思います。で、僕は事務所を建てるときに、で、スタジオとかを作るわけですよね。音質とか、防音室か、マイクとか、スタッフとか、で、まあ、せっかく作るんだったら、アパートを、まあ、一棟で買ってね。で、VTuber とか配信とか、そういうものに接する人を、そこに住まわせたら、で、一緒に特典として、そのスタジオも使えるよ、みたいな。もしくは、その部屋一個一個に防音室完備。みたいな、マイクも、配信機材も、パソコンも、必要とならば貸すよみたいな。っていうことで、その事務所もなんていうかな、会社作ればアパートも何経費として計上することもできるしいいんだけど、なんせその初期投資がいくらかかるかね、不安だよね。だから1億円持ってからじゃないとダメです。で、1億円稼ぐためにどれくらいのスピードが必要なのか、10年後に稼いだと1億円持つためには毎日3万円ぐらい稼がないといけないし、どうだろう、あまり現実的では今の状態ないな。信用取引とアルゴリズムを使ってだいぶ資金効率は改善したものの、まだ、まあ、生活はできるんですけど、専業で。でも、1億円の事業投資をできるほどめっちゃ増えてるわけではないから、根本的にね、投資の手法を見直す必要があるなと思うんですよ。で、だから、まあ、コンクソ野郎生意気な、みたいな、そういう、
でも確かに正しいことは言ってそうだ、実績はあるな、というツイッターのやつを見てるんですよ。うん、4。面白い、有益なことをつぶやいている人、うん、そうですね。まあ、この人、会社員、トレードをやってるみたいんだけど、毎日毎日結構、すごい金額、稼ぐんですよね。いやー、これ今日は、なんかポチポチ、トレードして、プラス9万円くらい。で、これも、これは10万。あ、ほぼ毎日10万円いくかいかないかぐらいですね。これ毎月あったら200万稼ぐっていうから、毎月収入200万。いやー、すごい、羨ましい。いや、これくらいだったら、絶対この人1億円、うん、行くんじゃないの？あ、お金が必要なんですよね、うん。まあ、このクランキさん、どうしよっかね。まあ、フォローして通知を入れてるから、まあ、またこのこいつ、10万稼ぎやった、やがったな。いや、僕も勉強しないとなっていうモチベーションにはなります。あんまり比較しすぎると、すごい病むので、うん。メンタルが本当に強くないと、被って勉強できないんだよね。他人と比較するっていうのは自分が幸せになるとは、まあ、反対、正反対だから、どんどん人と比べると不幸にはなっていく。ただ人と比べないと、あのトレードを見直すきっかけにはならないんですよね。だから、成長痛みたいにすごく痛いし、あの精神を病むから、ほどほどっていうか強い人がやれないですね。あとは、まあ、そういう人と仲良くできるか。まあ、あと教えてくれないですね。まあ、分析はしてみますよ。例えば、この小林製薬、証券番号の4967。で、100株で4850円ということは、まあ48円、まあ、50円の落差で売買していることがわかるから、4967。この人がどのように儲けたのかっていう分析は、売買したのかっていうのはわかるんですけど、なんでエントリーしたのかがわからないし、板を見たからできたのかな、すごく不明瞭が多いんですよ。チャット GPT で分析はできるんですけど、ある程度憶測で、保管していかないと、なんていうかな、それ僕も知ってるよって当たり障りないことをしか言わないので、4967。一日でか、多分ここら辺を見たのかな。なんでこれだけ下がるのを見ていたんだろう、分かったんだろう。売り埋めっていうから、あ、ここか。ここですね、多分。午後になった直後。で、トレンドが変換したな、転換したなっていうのを察知してか、まあ、ここ。50円の差があるのかな？あ、違えた。触ってしまった。とても怖くて触れないんだけど、なんでこの人は、株でめっちゃ向き合ってるわけでもなくて、会社員をやりながら、しかも多分スマートフォンだけなんだよね。なんで利益出してんのか、この野郎って思います。この野郎は。羨ましいな。ずるいな。まあ、勉強したからだろうけど、だって思って1週間、2週間、3週間思ってます。アルゴリズムの改良でだいぶ、まあ3倍くらい稼げるようになって、会社員の時の手取りの14万円、の2倍くらい稼げるようには、安定して2倍くらい稼げるようになって、まあいいんですけど、まだまだお金が足らないし、どうなんだろう。手法としては、今の手法としては正直言って満足してます。ただ、事務所を作るとか、
大きいお金が必要なので、実績とかね、1億持ってますって言ったら、まあ YouTube の登録者数とか、もう加速する。だよね。1000万円持ってる人ってザラにいるし、なんだったら別に投資してなくて、貯金だけでね、3000万持ってるっていう人もいるだろうし。なんか、こういう、他の人いますか？こういう情報があって、ツイートで呟いている人がいて、まあ、これを分析してほしい、なんで儲けてるんですかとかね。で、おおよその憶測が分かればいいんだけどね。なんていうかな、これ、ただただ結果の報告しかなくて、どうして、ここでエントリーできたのか、不明。僕には理解できない。いやー、なんていうかな、僕は、YouTube とか投資に専業するため、結果を出したいから会社を辞めたのに、この人、ね、会社をやりながらこれだけ僕以上にいっぱい稼ぐって、え、なんやねんって、ね。会社辞めなくてよかったじゃんって僕思っちゃいますね。まあ結果、辞めた方が僕はよくて、会社の、に向かない人間っていうか、まあ、みんなに同調するのがね、嫌いなので。コメントは、こんな感じ。あれ？よいしょ。34人、夜中か、じゃなかった。夜中の2時。ああ、明日の株価がどうなるか、どうなんだろう。ちょっと、見てみようか。先物は、下がってんのか。だから、普通に考えると、下がるよね。なんだろう。ああ、でもダウは上がってるんだ。普通に考えれば上がるよね。ダウに引っ張られて日本株は上がる。まあどうしてかっていうと、東京株の3倍の規模をアメリカがあるから大きく影響を受ける。また、日本株の大半っていうかな、どれくらいかな ?7 割、8割くらい海外投資家が持ってるんじゃないのかなと聞いたことがある。諦めずにデイトレードで稼げる人は、どうなっているんでしょうね。ああ、ね。たくさんテクニカルを分析をしても、それで生き残る人って、意外といないみたいですね。なんでかっていうと、この PR が割安だからとか、株価指標の一つが買い時だからといって、その一つの要素、ファクターが、どれほどの株価に影響を与えるかっていうのが未知数、毎回違うので。だから結局、シンプルな手法に行き着くみたいですね。めっちゃ儲けてる人も。だから、このようにツイッターで、なんかトイレ休憩でね、これだけ稼げる手法にたどり着く、スマホの、みたいなもう、なんけ、ね、カスみたいな情報、少ない情報でも、これだけの精度がある、できる。でも、教えてくれないっていうね。で、ひたすら、儲けたよ、みたいな実績と自慢ばかりしてくる。実力ですけどね。まあ、僕の負のモチベーションになってますね。デイトレード。あと僕、デイトレードは、もう、やめてますね。向いてない体質っていう。なので、アルゴリズムとデイトレードって、
あまり、僕は合わなかったですね。そう。そもそもアルゴリズムっていうのは、エントリーするときにもう出口が決まってる設定を行うので、どういう動きするかわからないっていう、特に不確定要素がある、その一日のうちで決着をつけるデイトレードには、不向きっていうのがちょっとわかりましたね。まあ、一概には言えなくて、ネズミ捕りみたいに、ネズミ捕りみたいに、まあ、これだけ変化したんだったら、この下がりにはね、勢いがあるんですよね。多分これ板を見てたらわかるけど、この人たちっていうのは、板とかそういうものを見ているんじゃなくて、もっとシンプルな、チャートを見ている。どの要素を見てるんだろう。人にもよるけど、今考えるんだったら、なんだっけ、ボリンジャーバンドじゃなかったかな。ああ、MACD とか、そういう指標を見てたりとか、まあ超シンプルだと思うんですよ。まあで、こういう勢いがあるので、で、僕だったら、ここにね、アルゴリズムを設定します。例えば、ここに下がってきて、で、跳ね返ってきた。で、もう一回下がって、最安値を、ここ、更新したら、あ、勢いがあるんだなっていうのを再確認できるから、ここに、信用売りとかを仕掛けるんですよね。逆差し値ですね、間違い。もちろん。間違えて僕ね、あれすぐ買えたじゃんって言って、通常差し値で売りをやっちゃって、で、ここ上がっちゃって、いやー、やばいやばいって、で、損しちゃいましたね。いやー、よく間違える。はい、で、ここでエントリーするように仕掛けます。で、絶対ここで約定するだろうっていう、まあ、5円下がったところで、まあ、僕だったら、ここから、アルゴリズム設定を行うと、多分ここら辺くらいかな。ちょっと上がって、ああ、ちょっともう上がり始めたかもしれないというか、ここで約定させる。こう。100。何円くらいかな。どれくらいの差なんだ。ちょっと慣れないな。でもそれでも30円の利確だから、まあ100株でね、これだけの利益が出せるから、1000株とかでね、そういう資金持ってる人だったら、4万、5万とか、そういうものがいっぱいポン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 っていけるんでしょうね。でも、アルゴリズムが発動するため前に、発動する前に、そのまま上がっていくっていうパターンがね、稀にあるんですよね。稀に、本当に。数を増やせば勝つでしょうけど、そもそもアルゴリズムっていうのは、ちゃんと出口を理解して、注文するときにはもう、売りの値段も考えとかないといけない。考えないと打てないので、頭が僕は追いつかないですね。だから、そうですね、アルゴリズムか。僕は向かない。相性が悪いな、と思ってます。頭の回転が速い人だったら、いいよ。デイトレードとアルゴリズムを組み合わせるっていうのはできるって、できるし、安定して勝つことはできるけど、正直言って僕はめんどくさい。日銀の会議で円安の反対意見が強く出たそうです。円安。円安になると、ああ、そうそうね。日本円安。日本日銀。
あんまり僕外部要因っていうのは興味はないんですよね。まあ世界がどうあろうと勢いがある株価は上がり続ける、下がり続けるので。それをね、細かく、アメリカの、なんだっけ、中央銀行が利上げするとか、日本、日銀がどうこうっていうのは、めったに見ないですね。まあ、よっぽど株の人とかフォローしてる人がつぶやいてる。まあそういうものを見るくらいです。なんていうかな、もう、そういう VTuber、YouTuber を見ると、いやなんか動画の時間の尺稼ぎのために言ってる、話してるだけじゃないかって思うとこは、すごくあるんですよ。ただ最たる例って言うんだったら、これ絶対僕のチャンネル見てる人は、絶対これ知ってると思うんですけど、この、株リアルライブ。毎日この人、いけますよね。配信していて。明日上がる株。チャンネル登録者数13万人で、視聴回数6時間前で 6.6 万人。ああ、6万回。明日3月28日、約すると発表。これだけどうやってまとめてんのって思います。なんでまとめるこんな、まあ、確か上がりそう。でもこんなにいっぱいで、しかもこのタイムラインもね、分けられてるんですね。まあもちろんこれチャット GPT で分析するとできるんですけど、できる。ただこう毎日毎日、どうやってこんな仕分けしてるのかな。組織としては動いてるけど、まあそういう、YouTube 運営を僕がやってるので結構興味的。あとこれタグを見てみてください。僕はこのスカウターでどういうタグを使ってるかっていうのがわかるんですけど、毎回こういうタグ、これ絶対チャット GPT を使って、まあ出してるんですよね。いっぱいだ。じゃあ、このタグをね、こう、ポコピーして、僕のタグにくっつけると、関連動画として出るんですよね。もちろん、まあ、いろんな要素があるんですけどね。普通の人、別に、いきなり、いや、七死の、スキロとかやっても、関連動画には上がらないので、そういうアルゴリズムになってるので。まあこれは株のこう、YouTube の講習になっちゃうので、ここ話すと。ただ、この概要欄の書き方っていうと、これチャット GPT が絶対関与しているし、絶対組織化されているんだよね。あ、そうだな。例えば、これって、いつ、6時間前で、だよね、6時間前で、再生回数時間か40分だから長いじゃないですか。で、これをね、チャット GPT で要約できるんですよね。ピッ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 。URL を貼り付けて、なんだっけ、明日上がる株。そうだな。動画で、動画で紹介されている、銘柄と、証券番号を、リストアップして、そうだな。あとは、タイムラインも作ってかな。あ。テイク。動いた！チャット GPT っていうのは、有料プランでも4000トークンしか分析はできないんだけど、まあ、これを見ると、引き付いてるから、全部見てるね。で、ほら、こんなパッパッパって出してくれる。うん、画期的。もう40分見なくていい。うん。あーに。これ、英語に良くなっちゃうんだよね。はい。はい、OK。
そうです。明日上がる株について小林製薬が、米読み方忘れた。二人死んだとか言ってたっけ。で、取り上げられたものがこれ。もうこれ見なくてもっていうか、動画を見てメモしてる人たちをじいちゃんばあちゃんがいると思うんだけど、パッて出してくれる。すごいと思わない。すごい。登録している方の一人です。制作は一人では、ないような。まあ、絶対一人ではないです。もちろん。組織で動いている。その目的は何でしょう？全くわからない。ね。インフルエンサーになる感じでもないし、配信、ナレーターが、ね、結構おじいちゃんなんですけど、その人が結構野心家かっていうと絶対違うんだよね、あとはパクれるかっていうと情報が多すぎて、他のチャンネルをパクるようにしてます。で、パクったやつを、サブチャンネルに反映してます。まあ、丸パクリってわけじゃなくて、やっぱりメンバーが、資産7000万円持てるおじさんが、精査をして、気に入って、こいつはいけるなと思ってやってる。まあ結局、一から作り直してリメイクしてるんでしょうね。で、その、おじさんが作ったやつを僕が、アラームセットしているので、それを買っていくと、まあ結構資金効率が3倍くらいに上がりましたね。一日にね、10万とか上がっていくので、信用取引してよかったなと思います。そうだな。あ、ね、まあこんな感じで出るじゃないですか。そうだな。じゃあトヨタ自動車について細かくね、知りたいな。あ、また英語で出そう。違うな、僕が求めるものじゃない。動画から。主に、株価の動向と上昇のトレンドにして関連していました。株式市場においてどのようなポジションを示しているか、またどのような要因が株価に影響されているかについて触れられていた可能性が、結構曖昧な、この表現。僕の求めていることとは違うな。まあでもとにかく、この、ボックススクリプトっていうのは動画の要約に向いています。すごいすごい。タイムラインを出力してって言うとね、こんな感じ。イントロ。何に使うか、どういう時に使うか、他にも使い方があって、例えばね、僕のあのチャンネルでミーティングを行うんですよね。で、そうだな。まあ、経費として使うためには、お店とか、喫茶店とかに集まって経費で落とすためには、議事録というものが、まあ、推奨されているし、まあ、誰と会ったかとか。で、まあ、こういったやりとりを、まあ、動画として、まあ、ズームミーティングを僕は収録、レコーディングをするんですけど、それを、まあ、GPT で分析させると、まあ、こんな感じで議事録を作ってくれるんですよ。だからその
ために用いる時間がなくなって、で、そのまとめたもの、何を話したかっていうのをメンバーに共有することもできるようになったんですよね。あ、ダイアグラムか。例えばそう、今いろんなことが分析してるんで、できるんですけど、まあ皆さんは何が知りたいですか？まあ、27人の方が視聴されているので、まあ実質、まあ稼働アクティブな人は20人。で、まあ寝る前に聞いてやるか、みたいな人とかを、そうだな、そういう人たちを除外すると、実際コメントいつでも打てるよっていう人は3人くらいなんじゃないかなと。あとは、まあ、ライブ配信で話したかったことっていうのは、VTuber ライブ配信、事務所大手の、2カラーとカバー、これって買い時なのかな？バリエスなのかな？また、どっちの企業がよく進んでるのかな？あとは、その企業分析をしていたら、結構僕の、チャンネル運営で、組織と運営として参考になった部分がすごく多かった。むしろ企業分析、株分析よりは企業分析とか僕の方針に大きく影響を与えたんですよね。コメントは、すごい。あ、そうだよね。ハエに結構遅れるんだ。株リアルライブ。まあ、この人もね、40分間淡々と買い時上がりそうな銘柄、言うんだけど、まあ、これを見て、儲かってる人ってどれくらいいるんだろうなぁと思うんですよね。で、なんていうかな。これは見たからといって、じゃあどうすればいいかっていう、まあ、具体的なアクション、ああ、そうか、ちょっと被ってなかった。スライドショーが被ってた。まあ、これからもライブ配信していくのでしょうか？そうです。結論いくとしていきます。because なぜなら、接触頻度っていうのが大切だっていうのが分かって、まあ、VTuber の良さっていうのかな。まあ、メイクしてなくても、まあ、完璧の状態で権限できるっていうのがいいですね。リアルだと別に僕は顔出ししてもいいんですけど、たまたま VTuber っていうのは、象徴なんですよね。チャンネルのキャラクターの。あとは、そういうキャラクター、サブチャンネルとかで、まあ、キャラクターにしていくと僕が直接関与しなくても、認知度とか活動の幅を広げられる、つまり分身することができるっていうことに気づいたので、まあ、わざわざ VTuber をやったんですよね。そこの有益性に気づいて、分身できる。なんていうかな。あ、それがまあコメントの回答です。やっていく。まあただ、こういう僕が、考えていることをなんとなく配信する時間を、週に2回設けるべきなのか、もしくは、公開収録として週に1回行うのかっていうのは、まだ決めていないです。ただ、そうだな。結構ね、孤独の時間ってすごく怖くて、結構僕ね、寂しがり屋なんですよね。体が震えるくらい、発作を起こすくらいすごい寂しい時があるので。皆さんはどうですか？僕は、まあ、まだ、かろうじて20代ですけど、年を取ってくると、寂しくなってくる年じゃない。で、死が近づいてくる。死ぬ時間が、近づいてくるから、その恐怖から避けるために、人って、ボケてくる。
って言われてますね。ステーキでもいいけど、ね、意外とこのチャンネルは男性が多いんですよね。まあこのアバターに釣られてっていうわけでは全くなかったです。ピュッと、あ、これは僕のチャンネルのなんていうかな、まあ公開していいやつのサイトなんだけど、男性の比率が 88.79%、 女性 11%、 そして年齢の分布で言うと、45歳から54歳が最ものボリュームバンドだけど、まあほぼ35歳から54歳がトップボリュームバンドですよね。これってどの世代なのかな？そう。だな。まあ僕より、まあちょうど親の世代かな。僕の親の世代の人が見てるんだよね。退職金、退職が近くなって、あ、退職金運用しないといけないな。あと、割とアニメが好きだった人、かつ、かつ新しいもの好きっていうかな、投資をしてアニメも好き、だった人が見ているような気がします。意外と65歳以上もいるんだね。ちなみに僕は65歳以上はおじいちゃんだと思ってます。そうだよね、こう。高齢者って検索すると65歳以上ってなってますからね。年金もらえるのもこの年だし。そうだな。まあ僕のお父さんがおじいちゃんになっちゃうのか。結構ね、遅い年で、僕が生まれたみたいで。まあその分、結構知的な教育を受けたと思う。戻ってこい。で、結構、まあ話が、まあ、結構ね、コメントがなかったら僕すごいちぐはぐなことを話すかもしれないけど、もう僕思ったことを話してるから、そうだな、チャンネル登録者数が100、1ヶ月で増えたのは100っていうから、まあほとんど増えてないんですよね。で、たくさん増やすっていうことを目的にしていない。一番の目的は僕が、投資手法を確立するために日記みたいなものをつけていく。のが、まあ一番の目的かな。広告収入とかは、まあ本当にビビったるもので、入金されたのが2万円くらいです。動画編集してとか、外注してとか、まあそういうのを含めると余裕で赤字だと思うんですよね。だから、自分の、せめて自分の勉強になるために、自分のチャンネル、コンテンツとっていうのを作っていこう。なんていうかな、自分の家族とか、コンテンツのため、自分のためとか家族のために作ったコンテンツだから、値段とか普通に言えるんですよね。だから、何、真面目に分析するっていうかな、買うんだよね。小春さんを応援したい世代だから年上になるかな？というとどうだろうね。としゆきっていう人は、名前は古いと僕は思うから、この44とか、ね、34とか24とかそういう若い世代の人ではないんじゃないかな。と、分析。あとはこのライクっていうのがちょっと高めかな。普通に淡々と話すチャンネルより、まあなんていうかな、顔が見えてるって言えばいいのかな、割と親近感を覚えることがあるので、高評価というのを押してもらいやすい。
と、あとはそうだな、ちょっと愚痴になるかもしれないけど、一人暮らしと貯金。このチャンネルは登録者数が30万人を超えて、で、この1ヶ月間にも1万1000人増えているんだよね。で、結局これができないから貧乏にならないみたいな、そのお金についてのマインドについて、話されているコンテンツなんだよね。で、それを勉強しているのが僕大学生の時、3年間社会人の時プラスとか2年含めると5年くらい見て、そうだな、5年くらい見ていたんだけどね。うん、モチベーション維持にはつながるけど、実際に行動にはつながらなかったから、1円にもならんっていうかな、お金にはならない、実績にはならない、自分のまあこの人に時間を捧げているだけだな、時間の無駄だなって僕は感じたんですよ。みんなどこで切り替えていくかだよね。結局これは他人との比較に過ぎないので、自分は投資してる、投資意識高い系なんだと思って、自分はいい、相手を下げるような、まあコンテンツなので、相手より自分が上だなって思ったところで、まだボトムに近いと思うんですよね、そういう人たちって。投資をやってる人たちからするとボトム底辺だから、なんていうかな、まあ投資をこれからやるぞっていう母数、ユーザーが多い YouTube はそういうユーザーが多いから、まあこういうチャンネルが伸びてきてるんだなって、そう思うと僕はチャンネル登録者数はまあ増えなくていいなって。優しく初心者向けに解説しても、僕の資産の、資産運用のねスキルっていうのは上がらないんですよね。それよりもこうポンポンって、あの資産運用をした方が、 YouTube で頑張って数万とか、でも投資で頑張ったら10万湧いてくるとかで、そのお金を使って回す、運営とか回していきたいんだよね。事業とか人を巻き込むためには、従業員を雇ったりとか、スタッフね雇用して、コンテンツを作るためにも外注とか、すべてお金が必要なんだ。毒舌いいですか？毒舌ですか？まあ結構、まあ、この世の真実だよね。ほら、まあ、ここら辺の、これのチャンネルを見てる人っていうのは、割と知的な人が多くて、エンタメに、エンタメだけにね、うつつを抜かして、可愛い女の子にコメントをしても、絶対自分のものにはできない、彼女にできないっていう人に対して、もう、ひたすら、時間を費やして、お金を投下して、自分は何の資産が増えているのって僕は思うんですけど、それ別に経費になるわけでもないし、まあ僕がね、企業分析のために、メンバーシップに入って、それを経費として、分析として落とすことはできるけど、みんながみんなそういうわけじゃないじゃん。で、なんていうかな、その、よいしょ。まあ、そういう、ホロライブとか、二次三次のユーザー層っていうのは、今、二三十代がボリュームで、まあ、当時子供だった人だったんだよね。で、未だに、だらだらとエンタメばかりに、帰ってきたら自分のすべての時間をそういうのに、ね、自分の時間って暇になるのが人間すごく怖いから、パーキンソンの歴史学者に習って、パーキンソンの法則ね。で、自分の空き時間、お金っていうのは全て埋めようとするし、ちょっと余裕があるとお金っていうのは何かに使いたくなってしまう。そういう心理現象をすごく、抑えているので、つまり、貧乏人が、この、VTuber のエンタメを構成されているんですよね。それと比べて僕の、視聴者層っていうのはまるっきり違うんですよ。まあ見てわかるんですよね。例えばこれ見るとわかるんですけど、織姫遥か、まあ V シンガー、 VTuber で
歌を歌う人なんだけど、どうかな。まあ、あ、そうそうそう。視聴者にどういう人がね、登録チャンネル、どういう人が登録してるかな。視聴者に人気のチャンネル。あ、出ないんだった。ごめん。ダメだった。まあ、とりあえず、登録、どういう人が登録しているのかっていうと、まあ、VTuber 関連の人なんですよね。この人、1万人以上じゃなかったのか。そうだな。例えば、この人。この人は登録者が6万人いるから、うん。うわ、登録者が4500人。ライバルとしては、嫌だな。で、25日で登録したやつがたったの454回の再生。だから、ショート動画で稼いでるっていうのはわかる。で、これっていうのは外注して、できるんだろうなと思うんですよね。ただ僕がそういう外注をやったところ、ショート動画をたくさん出したところで、そういうね、バカな、うん、知能の低い人間に構成されて見てもらうのを僕すごい嫌いなんですよね、うん。なんか僕もバカになりそうでね。ああ、本当なんだよね。バカは伝染するから。アメリカの起業家のジム・ローンが言い残した言葉で、人間関係、囲まれている人間で人生変わるっていう。僕だって、株をやってる先生がいたからその影響を大きく受けて株式をやるようになったんですよね。ああ、そうそう。で、もう少しで、どういう人に、登録しているか。この動画を VTuber を見ている人は、まあ、パッと見、まあ、VTuber 関係のチャンネルを見てるじゃないですか。まあ、今時のとかトピックスを扱ったような、そんなチャンネルかな。まあ、もう興味ないけどね。目が死んでる。もう興味ないものを分析して説明するから、すごく興味ない。もうね、正直言うと、クズは見たくないっていう派なんで。ごめんね、めっちゃ毒舌だ。一方で、僕のチャンネルを見て、どういう人が見ているか、っていうと、なんだろう、VTuber とか、あ、目指せ投資、なんとかの投資、あと VTuber の解説のアニメとか、なんだろう、勉強したい人に見られてるのかな。まあ、YouTube のアナリティクスの分析によると、結構こんな感じで、投資の人は見て、かつお金持ってる人が見てるなっていうのがわかります。年収で言うと2000万円以上の人が割と多いな。年収じゃない。資産が。BGM があるといいかもしれないけど、まあそもそもね、ゲリラで始めたから、どうやって音楽を流すのか。あ、わかった。まあ、ラジオみたいに聞いているのかな？コメントは見ているので。これは僕のタスク。やりたいもの、やらないといけないこと。サブチャンネルのディレクターをやっているのでね、データが仕上がってきたら僕がこれを回収して投稿するということをやってます。だいぶ最適化されているので、それにかける僕時間っていうのは30分ぐらいですね。30分って言っても動画を出力してる間待てばいいだけだから、
あとは、アルゴリズムの、あ、忘れてた。アルゴリズムの再設定するの忘れてた。27日で更新だったから。だから、急に上がったり下がったりしても、アルゴリズムが対応できない。あ、どうしよう。よいしょ、ここ。ちょっと、重要。あとは、ツイッターでたまたま見かけたやつ。このこいつのアカウント。どんな銘柄に飛びついているのか分析してみる。このノアタ。この人は専業投資家らしいですね。なんでこれだけ、これは買いでエントリーしてるんですね。買って、値上がりして、売って、みたいな。で、100、100、100、100、200、200。なんでこうなってんだろう。この人は、分析してみましたよ。ちょっと資料は なかったけど、147A、ソラコムっていうのは上場したばっかりのやつ。で、値動きが、相場がすごい定まっていないものにエントリーをするんだよね。でもなんでこんな的確に100中、100発100中みたいな、なんでこんなに勝てるのかが不思議でたまらないですね。なぜなんだろう。チャット GPT に聞くためには、もっと、材料が必要なんだ。くそくそ、憎らしいけど、なんでこいつは毎日20万儲けてんだって思うな。毎日ね、すごく悔しい。1億持ってたら、もうお金があれば、すべてお金で解決するのは分かってる。でも、答えになかなか行き着かない。アルゴリズムで最適化はできたけど、資金効率も従来から3倍くらいに高めることはできたから、まあ現状満足する、満足することもできるんだけど、VTuber を作るためには1億円くらいいるし、どうしようかね。僕のファン、コミュニティに入ってる人とか、クラウドファン、なんでかな、チャンネル登録者してくれてる人っていうのは割と富裕層そうなんですよね。エンタメとか、ホロライブとか、二次産地とか、そういうユーザー層と比べると、まあかなりお金を持っている人たちで構成されている。だからまあそういう人たちで、僕がクラウドファンディングをしたらいくら集まるのかっていうのが結構3つだけど、まあ割と有利だと思うんですよね。で、出資したから、どうなるか。まあ、そのメリットの提示もどうなんでしょう。なんだろう、どうなんでしょうっていうのは。まあ、10万円、投資してくれた。まあ、高額投資してくれた。だから、一緒に、そういう、出資者に一緒に旅行行きましょうとか、いうことは、できるし、うん、検討もしますね。まあ、女の子と違って、別に僕、リアルに会っていい派なので。まあ、ただ、ちょっと困る人もいましたね、出会って。手伝いますよとかね、話聞かせてもらいたい、手伝わせてくださいみたいな人がいて、で、まあ、一回会ったんですよね。そしたら、うん、なんていうかな、もうね、ホームレスみたいな人に会ってね。で、話すんだけど、めっちゃ喋るけど、一方通行。私、こういうランボルギーニに乗ってる社長と知り合いですみたいな。いや、お前じゃないんかいとか、あと、できる人と知り合いですみたいな。結局、お前は何ができるんだとか思ったんですけど。うん。何もできないじゃん。あと、割と僕、多忙なんだよ。あと、そう、チャンネル登録者数1万人とか、メンバーシップ200人いて、わざわざ時間取ってきたのに、役に立たなんっていうかな、もう、すごい幻滅したんですよね。で、時間の使い方。だから、以降、それ以降、人と会うっていうのは、すごく、警戒してました。で、それで、メンバーシップに入ってる人じゃないと、
まあ合わないよ。で、メンバーシップに入ってると、東京ディズニーランドと同じで、お金持ってる人しか入らないわけですから、まあもちろんホームレスみたいな人と会う確率を、リスクを極限まで減らすことができるし、治安も良くなる。っていうのが、オリエンタルラジオの中田敦彦のプログレスっていうオンラインサロンで、まあ分かったので、それで有料にしたんです。そうだな。明日か明後日は、このエニカラーと、カバーについての分析について話していこうと思います。どちらかというと、VTuber とか自分が配信者になりたいんだ。もしくは知り合いとか、自分の子供が VTuber を目指している、YouTuber を目指してるんだっていう人に、まあ、有利、有効なやつですよね。でもやっぱり、直接コメントをやっていかないと、何、ピンポイントで、せっかくコメントできるんだったら、自分が知りたいやつをコメントした方がいいでしょうね。僕も、やりたい人が何を知りたいのかって、もうだいぶわからないので、視点がね、違ってくるので。そうだね、貴重な体験、ホームレスみたいな人と会うのは、ね。だから、誰とでも会うものではないなって思ったね。やっぱりお金が持ってる、お金持ちっていうのは信用と実績がある人でないとならない。お金持ちにはなれないから、何かお金も、ある程度お金持ちとしか会わない。まあ、それってちょっと資産わからないから、お金出してくれてる人としか会わないっていうように敷居を設けてますね。まあ、で、その結果、ビクシブファンボックスの5000円出資した人にちょっとインタビューしたら、ね、7棟持ってます、不動産とか。面白い、めっちゃお金持ってるじゃんって。だから、そうだな。まあ、僕たちのミーティング聞きたいなっていう人は、聞きたいなっていう人たちは、ん？何？本音が好きです。何も実績、手伝える時間もないよ。でもお金はあるよ。っていう人向けのプランですね。今は、何かな？二人？見た感じ。入ってるんですよね。ピクシブファンボックスの手数料がね、安いのが魅力。YouTube で投げ銭をして、まあ手数料これ 30% くらい取られるので、ね、1000円投げられたら、まあ、700円手取りねって感じ。メンバーシップもそうです。で、ピクシブファンボックスだと手数料が 10% で済む。あ、まあプラス、振込手数料がちょっと引かれてましたね。違うな。5000円で2人だから1万円で、だから、手数料が1000円だ。だから9000円入るかなと思ったら8800円だったから。で、その出資者のおかげで、チャット GPT とか、ミッドジャーニーとか、画像生成とかも入ることによって、まあこんな感じで分析にね、かなり効率的にできるようになりました。そうだね。使い方。例えばこの Web パイロットっていうプラグインは、この Twitter のウェブに検索をかけてね、分析することができるんですよね。一回分析したとき、この人はどういう手法なんですかっていうときにね、1ヶ月とか2ヶ月前ぐらいの履歴に遡って、1月にしたコメントでとか、そこまで辿るんだっていうことも調べてくれます。そうだな。ウェブパイロットとか、そういう調べる系のやつはよく、サービス停止になりがちなので、他のやつと、合わせること、プラグインとね、予備で持っていくのは必要です。なんだろう？どういうことに役が立つか、
投資にこれを役立つことができるか、まあ、使い方次第だね。そうだな、使い方の実証としては、例えばね、小林製薬、IR 情報で、直近の2月9日、短期決算。で、まあ、これを、ダウンロードと。で、これ、バラーってあるじゃないですか。これを、説明するためには、普通は読まないといけなかったんだけど、だいたい僕、決算資料読めないんですよね。どうしよう。そういう、ファイルが出てくるときにね、エロいファイルが出てきたらどうしようと思ってた。大変なことになる。なんて質問すればいいかな。前年度と、なんだっけ、前期クォーターか。と、比較して改善していますか？あとは、重要な項目をリストアップしてくださいって言えばいいかな。項目をピックアップしてくださいっていうのを、こうだね。プラグインの PDF、あと、日本語で。っていうのを、ピュッってやると、どうだ？ PDF の情報をすべて分析してくれます。この辺で失礼させてください。明日は、会社です。もう、今日、もう今日だけど、楽しく勉強になりました。おやめさせます。これから応援しております。ありがとうございます。たくさんコメントをいただいてね。アーカイブとか、時間があればね。でもね、いっぱいコンテンツが流れていって、フルライブとか、まあ、企業分析のために見るけど、なかなか見返すことないですね。ああ、そう。まあ、ゲレラみたいに話したものなので、まあ、後でこれ自分が配信したものを見返して足らないものっていうのを、まあ、BGM とかね、演出っていうのを、補っていくといいですよね。じゃあ、そうだな。期間を設けてなると何時まで？あ、そう、もう2時40分間めちゃくちゃ喋ってんじゃない？こんなに喋んの？あ、できた。あ、読みにくいよね。これ、100万円単位が分からない。100、1000、億。これだよね。1734億円かな？で、まあ、つまり、こう、前年同期比で 4.3% の売上が上昇、営業利益が 3.3% 減少。もう、これすごい、PDF あんな長かったやつ。これね、これ、わーって、こう、めっちゃ、これ、長い。あと、頭で整理するの難しかった。のを、うわって、もうこれだけまとめてくれてめっちゃ簡素にまとめるね。出ます。楽しかったです。また、楽しみます。楽しみにしてます。おやすみなさい。そうだね。明日、会社員か。そう、明日は何寝るんだ。そっか。そうだよね。まあ、僕が運用する資産がね、1000万円以内、600、700万くらいで。選挙としか名乗るっていうのもちょっとおこがましいと思うけど、まあ事実だから。皆さんはいくら資産を持ってるのかな？アンケートをしたいところだけど、どうやるんだろう？アンケート。どうやるの？タイムスタンプ、参加者。ちょっとメンバーにも相談なしにいきなりね、ライブ配信しました。視聴者の交流するプラス。これか、アンケートを開始。どうしよう、じゃあ、超簡単な質問。
よし。起きてますか？僕が初めてのコメント。こうやってアンケートをするんだ。知らなかった。起きてますか？寝てない？あれ？あ、ちょっとコメントに難しいアンケートして送ってしまった。起きてますかだと、はい。起きてる。寝てない？はいって言うと、寝てるっていう意味だよね。ちょっと変なコメントしてしまった。まあでもとにかく、まあとりあえず、はいにしといて。はいかいいえ。とにかくまあ反応しといて。あ、言えるんだ。あ、なんだかんだ言って、5票入ってきてる。ちょっと僕が自分でやっちゃったのもあるから、4人か。4人が実質起きてる。なるほど。じゃあ、そうだな。3時頃にね、僕は一回終了しようと思います。で、この動画っていうものは、アーカイブはどうしよっかな。基本はメンバーシップ限定の、まあ、90円限定に持っていこうかな。と思います。ね、形にならないけど、どうしか残した方がいいのかな？どっちがいいかな？いや、判断しろよってね。うん、保留しよう、とりあえず。メンバーも見てないし。どういう人が見てるのかな？ VTuber に興味がある人が見てるのか、資産に興味がある人が見てるのか。配信時間が1時間50分。いや、もう時間、こういう調子で話せると思わなかったな、一人で。話せるもんだよね。じゃあ、ちょっと、Windows を整理していこうか。なんだろう、お腹空いてきたな。PDF を読み込めるっていうこと。で、チャット GPT で大体のことはできるようになったんですよね。問題は僕は知りたいことを調べられるかというか、違う。機械を操れるかだよね、どう。この、くそ羨ましい、嫉妬の塊みたいに、見るだけじゃなくて、どうやって、なんでこの人エントリーできてるのか。見る必要がある。アラームはオフにしてる。まあ、集中してんのかな。4G って言うから、外なんだ。YouTube 見てるんだ。株の、これは、注文してんのか、アラーム設定なのか、N っていうのがわからないけど、わからないな。こんばんは。コメントは見てます。割と、初見には厳しい。割と一対応だ。N は日経新聞。ああ。そういうコメントをもらうとは思わなかった。いきなり。日経読んでんのか？ああ、どうなんだろう。いや、で、なんでこのね、みんな100発100中よ、勝てるんだろう。僕が分析するには、まあ確かな手法があるんですよね、確かな。シンプルな手法に行き着くんですよ。株価指標とか、信用取引とか、板とか、まあそういう複雑な、よいしょ、複雑なものを、だと、絶対見落としとかがあるから、一回くらいミスするようなものなんですよね。どの要因があるか、ファクト、一つの株価指標に対してどれくらいの株価変動に要因があるかとかじゃなくて、もっと超シンプルなものを見ている。さて、何を見ているんだろうっていうのが、僕の課題なんですよね。これが分かったら、毎日こんな10万とか稼げるように
なるんですけど、それが遠いんだよね。また、なんていうかな、こういう株に悩んでる、僕が悩んでる。で、その配信を見ているとなると、ああ、俺も株考えないとなっていう、ミラーニューロンっていうかな、同じことを考えようとする、人間の本能があるんだよね。それはそうだよね。みんな劇場ホールで座って、鑑賞に集中してるから、あ、俺も鑑賞見ないとな、みたいな。一応に一人だけ叫んだり、カラオケみたいにね、歌う人って、まあいない、頭おかしい人なんで。で、つまり、株に考えている時間っていうかな、そういう何の生産性もないと思ってるんだろうけど、実際こういうライブ配信でこういう株について悩んでるっていう配信を見ることによって株について考える向き合う時間っていうのは増えていくから、知らず知らずのうちに自分の株価のパフォーマンスを見直すきっかけになってるはずなんですよね。だから、僕みたい、今までね、コンテンツで、動画として作って、消費作品を作る、物語を作るみたいに作っていたんですけど、投稿頻度にかなり悪いので、あれだけ練って、2週間に1回とか、まあ、週に1回の安定供給が、外注を行っても限界だったんですよね。でも、まあ、そういう、台本を制作する株に悩んでいる状態を、収録すること、ライブ配信することによって、まあ、なんていうかな、みんな視聴者の投資のモチベーションを高めるっていうことに気づいたんですよね。例えば、そう、他のね、株の買い時を考えるチャンネル。これ、うん、見てる人絶対いますよね。絶対いますよね。この人は結構要約してまとめてくれる。あとは、正直自分の株で儲けた利益っていうのを広告に使ってるはずなんですよ。じゃないとこれだけのチャンネル登録者数は増えない、露出度は増えない、ちょっと異常な増え方なんですよね、この増え方。うんうん。僕からして広告宣伝広告費をね、月にどれくらいかな、何十万ぐらいかけないとこういう異様な数字にはならないような気もしますね。いや、もうこの人の戦略はいい。あ、で、まあこういう、たまに見てます？そうですか。僕、毎回見るんですよね。ね、超シンプルな、サムネイル。でも、かなりまとめられてるので。あ、そうそう。場中にライブをしている人が、この人、するんですよ。で、この人を見ていると、ね、エレクトリックがどうかなとか、ああ、なんだっけ。何製薬、小林製薬だ、思い出した。小林製薬、ポジションがいい、信用入りしてるやついますかみたいな。やっぱりこう、エンタメをぼーっと見てると、そういう意識っていうかないから、やっぱり、ライブ配信でも向き合う、株に向き合う時間に比例して技術っていうのは向上していくな、とも思わかるし、かける、誰を参考にするかによっても、取り入れる手法っていうのがまるっきり違ってくるっていうのがわかるんですよね。だから、独舌言うんであれば、株主訴えられたっていうのは僕はちょっと失敗だったな。ちょっとじゃないな。大失敗だったなと思うんですよね。まあ、この人いっぱい再生されるから有益なことを語ってるんだろうなと思ったんですけど、まあ毎日配信してるから内容がね、うん。左右、うん、お湯の水みたいにもう何にもないスープみたいな感じで。というのも、まあ何を話してるんですか？この人をパクって動画の台本を作ってくださいって、チャット GPT に出力分析させてもらったんですよね。それすると、20分間話している内容なのに、
本の宣伝とか、絵とか、あとか、あと余計な、ものが多かったので、ね、3分くらいにしかならないんですよね。3分。要約すると3分になっちゃったよって。で、かつ、まあ、見てみた方が早いか。はい。ところから行って。で、まあ、こんな感じですね、みたいな。で、こんな感じですよ。で、ニュースとか業績を見て、こうなってます。非常によろしくないです。この程度よろしくないんですか？それはか、結局買った方がいいのかとか、いくらで買ったらいいのかっていうか、もう全く示されていなくて、初心者に見るように。初心者、まあ、ごめんね、毒舌ばっかりで。僕はね、その、参考にならなかったよっていう、参考になりそうで勉強してずっと、そう、2年間見ていたけど、一向に資産は増えなかったから、地方も、まあ、いや、地方行ってるわけでもなくて、どちらかというと株の買い時をチャンネル、考えるチャンネルみたいに、マイクが遠いかな。なんだろう。株と向き合う、視聴者が株と向き合う時間を作るためには必要だけど、そういうのってライブ配信が適切だから、この人すごく使い分けがうまいんだよね。まとめるときはちゃんとしたコンテンツ、動画のアーカイブとしてまとめるし、この株の買い時を考えるチャンネルっていうのは、すごく有益なもの。なんだろう、場中の相場の雰囲気をつかむために、その6分くらいに要約してくれて、確かに確実に、まとめられていて、画像もね、スクリーンショット、っていうかな。まあ、見た方がいい。ついに SBI 証券のクレカ2みたいな5万円であればいいんじゃないかなと思う。500万ちゃんとこうまとめられてるのが、すごいよね。シンプルだけど、的確にまとめられてる。非常に参考にしてます。手法は一切言ってないけど、相場の雰囲気とか基礎を学ぶときにはもうこれ一番お勧めしますね。で、それと比べて、株主優待ライダーは、この、旬な銘柄、自分が買った銘柄とかは言うんだけど、全く参考にはならないし、で、買ったところで、この人結構難品買いをするので、絶対もう真似しちゃいけないね。悪い癖がついちゃう。から、まあ参考できない。だから、この人の動画を参考するのはやめました。で、それをやめたことによって、僕の手法も変わって、パフォーマンスが改善しましたね。待って。コメント。ん？いっぱいだ。たまに見てます。場中にライブしているのがいいのかな？僕は場中、わあ、見ないですね。そういう余裕がないから。まあ、この人は、バチューやってたり、真夜中にやってたり、本当に気分だと思うんですよね。計画性があるとは思えないけど、かなり人間味があるかな。投資としては少し僕より年上か、35歳くらいなのかな。ホム。うん。2年間見ていた。そう、偉い。何に対してだったっけ？結構タイムラグがあった。知りたい情報がある。どういう情報が知りたいんだろう。3時まで。あと3分だ。で、まあ、僕もね、ライブ配信をただ、進歩のない、貧乏人が見る VTuber のところとは違って、やっぱり自分自身が成長しないと、株、利益に直結しないので、ちゃんと課題を考える。手法について見直す。どのような、この人たちはどうやって儲けているのかっていうのを分析するのに、また視聴者がこう、これは、こういう情報参考にならないのっていう共同体で、集合の知性で考えた方がいい。だよね。より答えに近づくスピードが速いんじゃないかと仮説を立てたんですよ。どうだろう。僕は一月に20万ぐらいは利益出して、まあ、
トータルにするといろいろ YouTube 事業収益とかだと30万くらいかな。それより、まあそれと比べるとね、僕は事務員のやってた手取り14万からすると2倍以上稼げるけどね。人は満足しない生き物で、もっともっとだよね。1億円持ってないとすごいって言われないよね。頑張ってる。そうだね。言う、悩むね。今の手法、今これだけ稼げればいいんだろうけど、なんていうかな、人と比べることは、人と比べるから勝手に、苦しくなるし、不幸を感じるし、もう十分豊かじゃん。このまま、時間の経過とともに、資産は増えていくっていうのに、もっと急ぐのかっていう、あったよね。それは、夢があるからだよね。現状維持しようっていうだけでも人ってどんどん落ちぶれていっちゃうから。貯金も目標もやってるんですか？ん？貯金か。貯金は、そうだね、生活資金1年分くらいかな。もっと具体的に言うと、100万円くらいかな。100万から200万円で。で、200万円越してきたら、まあ投資に回していきますね。で、運用資産額は1月の時は600万円でしたね。ただ、まあ3ヶ月で、正直、600万って言ってたけど、実際は700万ですね。思ったよりスピードがめちゃくちゃ早く進んだので、6、7、8、7、8、200万増えたのか。含み益ですけどね。結構割合的に大きいよね。600万の200万だから 30% くらいかな。33。うん。3ヶ月で。そうだ。うん。より良い投資手法を模索していくんだよね。で、どうなんだろう。新しい投資手法をまたコンテンツとして残していいのかっていうものも僕結構疑問に思うね。なんていうかな、結果だけ知りたいっていう人が僕のコンテンツだけ見ても、ちょっとどうなんだろう。あ、もう見てもいいか。僕の勉強のために作ったコンテンツチャンネルなので。うん、そう、これからでね。うん。投票10。10人アクティブってことか。皆さんは何に興味が あるのか。それはコメントすればよかったのか。うん。VTuber のことについて聞きたいのか、資産運用について聞きたいのか、ユーザー構成からすると、まあ株主、どういう運用してる、どういう株を選んでるのみたいな、そういうものを知りたいんじゃないかなと思います。ちょっと待って、ちょっと位置がずれただけでね、聞こえ方が違うんだよね。視聴者数が27人。まあ、実質20人。あ、で、アクティブが10人。ゴールデンタイムだと、また、どうだろう。50人くらいはいるんじゃないかな。すごいよね。下手な VTuber より多いよね。で、またユーザー数が、貧乏人のオタクじゃなくて、割と資産運用を真面目に考えている。で、かつ僕を知ってるユーザーなんだよね、多分。みんなはどう思うかな？こういう毎日デイトレードで稼ぐ人がいる。で、また、これを見て、一回も失敗していない。だから、確信を持って買っているんだよね。シンプルな手法なんだ。会社員でもやれるような。
で、ああ、でも、ノアさんは専業投資家。で、もう、クランキーが、さんは、兼業、やってるから、よりシンプル性を求めると、まあ、この人の手法を参考にした方が、現実的だろうな。超シンプル。まあ、小林製薬、有名になっているところを、今僕は思っているの、うん。有名になっている、ところ、もうちょっと具体的に言うんだったら、なんていうかな、株価が不安定になっている銘柄、動き出している銘柄なんだよね。不祥事が起きて、小林製薬4967。真面目に分析すると、888、4886で買ってる。4888、ここか。割と高い。結構そこじゃなくて、転換したとこじゃなくて、もう確実に上がりを確認してから、ここを買って、これでここら辺で売ってんの？あ、もう一回確認、いくらで売った？プラス48円。92。あ、これぐらい。ここで、あ、ここの大きく、この赤いところで、の下で買って、ここで売ったんだね。そうだね。この勢いで買って、ここで売ったのか。あ、ここで分かったんだ。急に陰線、うん。なんていうの、この細い線を。ここで急に下がり始めたから、もうここで利益が出たな、売れ売れみたいな。という手法を使ってるんだけど、どこを判断基準にしてんだろうな。まあ、スマートフォンを表示させるともっと細かい分析ができるよね。出来高？何分チャートで見てるんだろう。分析はするけど一向に、わからないから、情報がすごい遅く、ね、この程度じゃわからないだろう。でも自慢だけはするぜよ。いえ、どうや、みたいな、憎たらしいな。憎たらしい、許せない、苦しい、悔しい。思わない。いや、まあ、そういう人じゃないと、あれよね。今日は、久々にしとったか。ありがとうございました。ノアさん。三角持ち合い、上に抜けたから買ったのかな。適当で買ってんのかな？ディスコ、買い入り。まあ、おそらく、おそらく、まあ、何回も見ることによって、目が慣れてくるのか。普通は上昇トレンドっていうかな、現物と同じ買いでのスタートなんだよね。それはなぜかというと、僕たち株を始めるときに BNF さん、BNF ね、BNF さんが言ってたんだけど、現物で買いしかエントリーをしないんだよね。売りでは仕掛けない。どうしてかっていうと、まあ、人間そんな器用な生き物じゃないので、上がることばっかりを考えてきてから、急に都合よく下げるところに頭を切り替えられないから、買いでしかエントリーしないっておっしゃってましたね。だからこの人たちも買いでのエントリーがすごく多いね。非常にシンプルなんだけど、銘柄選びに関してはどうなんだろう。
めないね。で、ずっと1ヶ月くらい見てるけど、もう話す様子もないし、有益なツイートをしているのもわからん、ああ、そういうアカウントもないし、それが有益、本当に確証、こいつ本当に利益出てるのかっていうのもね、怪しいアカウントになってくるんだよね。だから、ちゃんと実績を報告していって、で、その、何？分析する材料としては、ねえ、こういうアカウントぐらいしかないよね。まあ、絶対見てないと思うけど。あ、いいねしとこう。楽天の利益です。引用恥ずかしいのにやめといてください。しばらくしたら消します。あるじゃん。まあ、絶対ここまで見てる人、ね、ここ見ないもんね。これ鍵アカウントなんだよね。もう一日で50万稼ぐって、羨ましいよね。なんでだ。いや、うん。落ち着け。松島はちょっと前に買ってたんですが、これ以外利確してしまったのもあるんですが、ずっとレーザー遅くてあまり取れずです。ね、そうだな、税金がやばそうって言っても結局どういう手法でも儲けたら税金がかかってしまう。まあそれを考慮してやっていかないとダメ。っていうか、儲けてたらいいんじゃないの？もう僕なんかもうね、これすら出してないからねっていう。あの、売り、そう、買いでエントリーしてるのか。参考になるんだよね。ね、ママ猫さん。この人ね、すごく、すごく参考になると思って、ずっと見てます。なぜかっていうと、ここ、半年くらいで急に稼げるようになったので、あと、ツイートがすごい頻繁に行われるので、たまにその、あれこれ結構有益とか、真髄っていうかな、シンプルな答えを言ってるのかな、みたいな、結構スレスレのところを言ってきて、まあ僕、なんていうかな、この2、3ヶ月でできるようになった人だから、まあ、この人結構もう1億円も、3億円持ってる人なんで、ね、まあ、別にこれ、変化の数からすると、ま、当たり前のことかもしれないね。27日。画面が割れてる。まあそんなことはどうでもよくて。日経レバー。なんだ、暇だからやってんのかな。一回も失敗しないのがすごいよね。どういう手法を使ってるのかな。もうやだ。あ、うん、負けるときはあるんだね。うん。いや、ちょっと安心したけど、でも、ほぼ確信を持って運用してるね。レーザーテックいっぱいある。レーザーテックすごいね。え、何これ。レーザーテック。18,000、26,000、15,000、15,000。信じられない。で、もう、馬鹿にするとか、羨ましがってるとか、もう、それは無駄なんだよね。分析して、しないと手法を取り入れるのが目的なんだ。そういう孤独に悩む必要は絶対に必要。で、それが分かったところで、僕がそれをね、公開するかっていうと、違うよねって。出回ってない情報で誰も言わないし、なんだろう、身内だけで出回ってるみたいなんだよね。そこには僕は、入れてくれないっていうかな。
結構 DM で教えてくれって言われますけど、おっぱい見せろって言われてるようなもんだよってこの女性の方は言ってんだよね。いやーちょっと枕営業みたいなことをやって聞き出したんじゃないのっていうところは僕はあって、やっぱり女性って羨ましいなと思います。大口会を見極めているのか、この人の参考になるコメントとしては、前日のうちに購入するのがほとんどみたいで、条件に合った銘柄を購入しているらしいですね。その条件とは何かって僕すごく知りたいんだけど、まあ教えてくれないですね、あんな感じだと。チャット GPT にそれを検索させたと、させたんですけど、まあかなり広義な範囲の広い意味なので、特定することはできなかった。まあわかんないだろうと思ってつぶやいてるんでしょうけどね。デイトレード。もともとこの人はデイトレードを始めていたんですけど、で、まあ、やっていたんだけど、まあ、スイングトレード、スイングかな、まあ、2、3日かな、スイングトレードに移行したのは分かってるんですよ。どういう条件で購入したのかが分からない。そうだね。ちょっと見てみましょうか。例えば、レーザーティックが3万3000円、の利益100株で、330円。レザーテック6920だよね。これ、録画、レコーディングできるところがあったような気がするけど。6920。ちょっと時間は過ぎてんだけど、ちょっと今いいところだから。いいところ。6920。6920。ああ、でもこれいつの投稿？ 3 月27日水曜日。大丈夫だ。で？ 42690円。42690円。ここら辺か。いつ買ったのか、ちょっと被るところがあるから、ここ。違う。当時で言うんだったら、42600円。ここ？昨日のうちに買うって言うんだったら、朝のうちに確認するって言って、かなり分析するね。待て。で、この順番にもちょっと注意だよね。順番でいつやったかがわかる。で、これが何？1時48分か。古いやつから、やっていくから、中間の位置か。っていうと、時間的に言うと、すごい推測するから、絶対、順番的にはここだね。ここだ。ここで、ここで買ってんのか。あ、じゃあ売ってんのか。売って利確をしてるのか。前日のうち300円の差だから、42600円の下、まあ42300円。あ、でもなんかここで買えるような気もするよね。ここでも買ってるような気もする。でも前日で買ったっていうかな通常のあの人の手法だったら、まあここら辺で買ってるんだよね。この値段42600円、42300円、ちょうどこのあたりだ。多分買うとすればここだね。どういう条件で買ったんだろう。まあレーザーテックはね、定期的に、トレードしてるみたいだからわかるんだけど。でここピンって上がって、
ここで、売ってもいいはずなんだけど、あの表示の位置から、順番からすると、多分ここなんだよね。10時頃。なんかわかるところないですか？調べてもらって。なんか気づいたところがあったら、コメント欲しいですね。本気で。ここで打った。なぜここで打ったんだ？まあ、条件が揃ったから買うのはわかるんですよね。その、でもなぜ明日が上がるとわかる？あ、そうだった。桜インターネット。確かこの人ね、桜インターネットで、1000万円かな ?2000 万円かな ?1000 万かな損した時があったんですよね。だから、明日がどうなるか。もう絶対持ち越してるんですよ。1週間ぐらいの運用していて。で、ここか。ここもでも、ここら辺で買って、売って、買って、売って、で、儲けて、を繰り返して、で、ここで、ブワーンっていって、2000万くらい一気に損したから、1ヶ月の収益、これがなかったら2000万儲けていたんでしょうね。でも、まあそういう人って、まあまた、早上がってくるからね。まあそういう痛い目を避けて、桜とかそういう値が激しいものの取引を、まあやめてますね。でもまあそういった取引から、そういう取引から、安定したものをやってるけど、前日で買ってるんだよね。だから、割と信用取引を使って、どこかな ?1 億円ぐらい購入していると思うんだよね。買い置きしてるんだよね、トータルで。っていうのが、僕の分析っていうか、まあ、こういう過去の事例ってわかるんですよね。一週間取引して、で、桜インターネットみたいに大きい損を出した時がある。で、だからまあ、このレーザーテックのさっきの利益だったら、ここら辺で買ってる前日ぐらいで買ってるのが普通なんだよね。前日から、前々日かな？買うと、損をしている状態なんだけど、この位置では値段からすると買ってないよね。まあ、すぐに上がるか。どういう条件なんだろう。彼女はそういうのを予言しない、なんだけど。え？ああ、そうだった。おっぱいで何も見えないっていうか、まあ僕自身が覆ってるんだけどね。で、まあ、男性アバターにしようかなとも思ったんだけど、なんだろう、もうこの状態で、まあ有名になったっていうかな、割と流し入れてきて定着して、で、アバター変えると誰やねんに なるので、ちょっとめんどくさいっていうのもあって。全般の売られすぎて買ったのかな。まあ、それが妥当ですよね。妥当だと思う。うん。何が、売られすぎてその基準は何なんだ？まあ、これで見るんだったら、ボリンジャーバンドなのかな。ちょっとこうだと加減に当たるから、ここで買っといて、で、ここで上がって、ここで売った。まあこういうものの繰り返しなんだよね。あの投資の手法の見直し改善っていうのは、結局教えてよっていうのは、ママ活いやパパ活みたいなことをしないと教えてもらえなくて、でまあ僕たちっていうと、あの男性なんで体的な魅力っていうのかな、枕営業っていうものはできないから、ちょっとそこは羨ましいと思うよね、女性は。
スキャしてました。まったく。あ、レーザーエッグ買い入りで損してる時もあるんだ。まあ、これは気の迷いだ。それにしてもいっぱい買うね。レーザーテック、うん、いっぱい買ってんね、めちゃくちゃ。めっちゃすごい。何百万？これ、レーザーテックって、4万だよね。4万、420万やつ、100株で、こんないっぱいって、4000万とか普通に行く。4000万普通に行くよね。6000万とか？だから、まあ、50万の利益を出して当然だよね。ちょっと、真似する手法としては、資金が同じ、異なるから、同じ手法をとっても、割と僕のアルゴリズム注文の、僕の手法に、原型は一緒なんじゃないかな。そういうシンプルな手法のはずだ、と僕は今推測しますね。なむら、ちょっと入るのが遅くてあまり、とりあえずです。です。まあ、あとは、こういう、ツイッターで儲けてるぜっていうやつの直後に買ったら、意外と間に合って儲ける確率が高いですね。まあ、それは、その時はデイトレード覚悟で、パッと売って、売ってしまうのがコツです。ちょっと持ち越すとね、負ける要素が、っていうか僕が負けたので、やっぱりこう、デイトレードのつもりで勝ったら絶対その日のうちで売ってしまった方がいい。急な方向転換はダメだ。出口を予想して、それに絶対従うようにしないと、やっぱりみたいに優柔不断な人っていうのはデイトレードに向かないんだろうなと、勉強になりました。そんな、3時30分買いポイント全部、プロットしたらわかるのかな？プロットっていうのは僕、存じ上げないんですけど、マーキングと同じようなニュアンスかな？かも。ああ、そうか。チャット GPT に指示したいけど、やれるプロンプト、プラグインあるのか？想像つかないな。やってみるとわかるかも。やってみないとわかんないね。すごくお腹すいた。すごくお腹空いたで思い出すと、結構僕おっぱいが好きで、それで母乳で生活してみたいと思うんだよね。で、胸が大きい女の子の、おっぱいをこうやってね、手絞りで牛みたいに絞って、みたいなジュッジュってバケツいっぱいに絞って、それだけで生活できるのでは？思いますね。で、まあ、若い女の子の体液だから、自分も若返るのではっていう説。まあ、とにかく、分子構造からしても、牛乳より、その人間の母乳の方が、人間専用に作られているんで、分子が細かくて、吸収されやすいようになってきているんですよね。だから、脳に明らかにいいんですよ。じゃあなんで、スーパーとかで売られていないかっていうと、生産性に向かないからなんですよね。牛乳だと、その分子が多いっていうことと、まあ、急に成長することを前提で、牛、なので、脂質が非常に多いんですよね。人間の場合だと、乳糖っていうのが多い。から、頭の、なんだっけね、エネルギーとして使われるから、なんというかな、ラムネみたいな感じなのかな、と思って、僕はたくさん絞れるみたいな、そういう女性と結婚したいっていうかな、なんていうかな、母乳係みたいなものを雇ってみたいですね。はい。新婚さんに新しいの副業の気配が、そうですね。母乳の販売っていうものは禁止されているんだよね。まあ、逆に言うと、
無料で提供するものだったら別に犯罪ではないんですよね。麻薬でもないし、衛生管理上、良くないとはされているんですけど、まあ、ツイッターとか母乳が高値で取引されてるっていうのは知ってるので、まあ、飲んだことはないけど、まあ、軍資金、投資の軍資金確保として自分のあの母乳を、もう結婚したら売るっていうのは、結構僕は普通にありだと思いますよ。なんだな、冷凍で売ってますね、みたいな。急に出てきた。今まで潜んでて。わかりました。まあ、そうですね。なんていうかな、投資でお金があったら、まあ、すべて問題っていうのを解決できるし、あの、母乳風俗だって毎日通えるじゃないですか。まあ、行ったことないけど。本当に行ったことはないけど。まあ、ね。まあ、ごくごく飲んでみたいもんですね。搾乳機を持参して持ってきて、もうマックスの出力で吸い取ってみる。で、料理とかに使ってみて、本当にプリンが作れるか、またソフトクリームが作れるか、また体の調子はどうか健康にいいかっていうのも、まあ実験してみたいですね。有害ではないと思う。母乳メーカーか。初米です。株と父、しっかり分析しているな。そうですね。結構僕、凝り性なんですよね。ね、メンバーシップにも言ってるんですけど、僕って注意欠陥多動障害っていう、まあ、症状っていうかな、病名っていうか、診断はされてるんですよね。ただ僕はね、病気とは思ってないんですよ。診断はされて、まあ、会社ではそう言われて、そういう扱いは受けているけど、言うなれば、いろんなことに興味が向いて調べることができるから、それを知った知識で組み立てることができる。だから、まあ、特性について、みんなはね、なんかいろいろ網羅性で調べることができないから、なんでかな、僕しかできない特性、チートな能力だと思ってるんですよね。病気っていうのは、検索したところ、まあ、日常に支障をきたすものを病気という定義されているので、僕は別に全然困らない。いや、むしろ、株の分析とか YouTube のアナリティクス、運営とかメンバーをね、運営するため、組織運営するためには、注意欠陥多動障害 HD、だっけ、ADHD か。は必要だと、社長にそういう人って多いって聞きますね。個性。だから、病気というか、個性というかは、まあ、たまたま、なんていうかな、資格だね。あまり深く言うと。まあ、周りからは病気って言われてるけど、僕は別にそうは思ってない。まあ、なんでかな。まあ、まあ、この際なんで話すけど、会社で結構指摘されたんですよね。年配の人から、いや、私の指示が理解できないって言うんだったら、病院行った方がいいよ、精神病院に行って。で、行っても何にもないと思いますけどねって僕は言ったんだけど、ADHD って診断されましたって。なんていうか、その産業医で推薦状を書いてもらってるから、やっぱりその疑いの目で見られるわけね。だから、なんだろう、会社でそう診断されてほしいっていうニュアンスで伝わって勝手に余計な気を聞かせて、診断してされたのかなと思っちゃいますね。まあ、それが原因じゃないけど、いろいろあって会社を辞めて、で、気づいたら、株で、あれこれ株で働かなくても生きていけるじゃんっていう、安定した成果を出せるようになったから、空いた時間で YouTube をやるようになって、で、それで有名になっていったんです。チャンネル登録者数1万人。で、僕がチャンネルを作った理由っていうのは、よいしょ。チャンネル登録を作った、チャンネルを運営してる理由っていうのは、広告収入とかはそんなのおまけに過ぎなくて、それはどうでもいいんですよね。まあ、プラスに回せればいいんですけど、個人事業主で黒字として回っていけばいいと思っていて、それは、情報が集まってくるんですよ。それが一番の狙いで。そうですね。一例として、
サブチャンネルを手伝って、制作を手伝ってくれている7000万円持ってる、あの、ファイアしたおじさんが取り上げる銘柄、これを僕がアラーム設定していって、それ買っていくと、普通に儲かっていくっていうのが分かって、あの人普通に有益なこと言ってるんですよね。うん。あの、普通に、あの、タダで働いて、コンテンツ作ってもらってるんですけど、本当めちゃくちゃ価値のあるものを作ってるなって。だから紹介された銘柄をそのままアラーム設定して買っていくと普通に儲けるっていうのが実験で偶然分かったので、まあ、伊達にね、あの人見てないなって。で、まあ、実際にアラーム設定する人って専業投資家でもない限りいないみたいですね。それはなんでかっていうと割とめんどくさいからです。割とめんどくさい。一個一個しよう、そうだな。常に100個のアラームをセットして、で、一日にね、あの、2、30個アラームが鳴って、それを買うか買わないかっていうのを判断して、で、また、これからどこまででアラーム設定すればいいかなっていう再検討して20個ぐらい設定するっていうことを繰り返すので、かなり時間と集中力を使いますね。でも、手法としてはすごくシンプルだよね。あの、チャート見て、ここら辺、ここら辺、みたいな、ほんとんどん勘です、勘。あとは、エントリー使用権とかはもう話す、ここで話すと結構長くなるんで、省略。母乳では、成人が生活するのには薄いです。そうです、調べました、薄いです。まあ、仮に生活するとすれば、3リットルぐらい必要です。女性の母乳絞り出してどれくらい牛みたいに出るかっていうと、まあ、限度があって、ピーク、生後6ヶ月のピークの子供に与える量が一番多いって聞くんですけど、それが1リットルから 1.2 リットル。まあそれでも牛乳パック1本分ぐらい出るんだと思うんですけど、男性が生活するのに必要なカロリーが何千カロリーだったっけ ?2000?6000? とにかく3リットルほど必要ってことだ。3リットルほど、奥さんか、まあ、母乳風俗の、まあ、若いお姉ちゃんから絞り取らないと、母乳では生活することはできないね。デザートとして食べてもいいかもしれないけど、甘いのかどうかも僕はわかんないね。まあ。まあ、理想な女性として、僕の今のね、アバターを作ったんですよ。好きな女性。黒い髪って、っていうのは、まあ、まあ、黒い髪で、ツヤがある髪っていうのは、白髪がないっていうことは、若い女性で、で、ストレートで、ね、ストレートで、もじゃもじゃしてない、あの、綺麗な、ツヤがある髪っていうのは、若い女性特有なんだよね。そういう、男性が、まあ、このアバターを見て、全然あの、苦にならないっていうか、魅力的な女性にななるように、設計してあるんですよ、この、アバター見た目っていうのは、それは心理学に基づいて僕が結構凝って作った、製造したものです。で、大きい、まあ、おっぱい、このアバターのね、大きいおっぱいっていうのも、あの、若い女性ならではで、年取ってくると垂れていくんですよね。だから結構、あの、おばあちゃんって、区別がつきやすい、男性が区別をするために、巨乳にできている、巨乳が持てるようになっているんです。また、じゃあ、胸が小さい貧乳の女性だと垂れづらいから、まあ女性として魅力的だ、じゃないかっていう意見に対しては、それだと子供の区別がつかないということと、なんていうかな、女性として栄養があるかっていうかな、子供を産める状態になるかっていう、だと視界だけでは、見た目だけでは判断ができにくいから、まあより巨乳で、まあ栄養が、あ、この人めっちゃ栄養取ってるんだな、みたいな子供産みそうだな。っていうことに、魅力を感じてか将来性を感じて男性は興奮するようにできていると僕分析しますね。割と僕そういう、おっぱいが好きだとか母乳絞って牛みたいに絞ってみたいとか、なんでそんなにくだらんことで興奮するんだろうな僕はみたいなことを思うんですよね。結構人格が分離しているかもしれない。誰でも思うのかな。それに対して、まあ分析して、あ、なるほど、こういうことをくだらん理由で人間は興奮するのか、と、もう少し遠目で見てます。はい。
猫耳、あ、ツインテ。ツインテ。ツインテール？お、お、ど、どういう意味だろう。あ、ちなみに、あの、リアルの僕だと、なんでろう、その、たまに女性と間違えられるんですよね。結構髪が、結構髪が、結構じゃないな、結構、長いので普通に。50センチくらい髪がね、長くて、お風呂でね、こう、あの、何？シャワーに頭を下げると、排水口についちゃうから、うわ、汚いってなっちゃうんですよね。気をつけないと。うん。で、髪が長いっていうのと、まあ、スタイル的に結構細いっていうので、女性？みたいな。男性？って聞かれますね。たまに。デリカシーない人かな？わかんない。あとは幼稚園生からね、女？って言ったら聞かれて、男だよみたいな、なんかおた、議論が始まったりとか。まあ話すとダンス、声が低いんでわかるけどね。で、まあ黒い髪とかツヤ、ツヤがある髪って今しかないからと思って、僕は髪は染めてないです。染めてないけど、茶色に見えますね。うん。まあ昔から茶色いんだ。自然な茶色に見えるね。なんでか、ああ。最後の乳搾りプレイ？何？プレイしたのはいつですか？いや、一回もやったことないですね。あの、同人誌とか、ノベル AI か。ノベル AI って言って、そういうのを描写するのはあります。まあ、そういうので、息抜きをすることが結構多いですね。結構多い。どれくらいかっていうと、若いっていうか、性欲がマックスの年齢なのか。ね、1日に、1、2時間。いや、もう正直言うともう3、4、3、4時間は行き過ぎだ。2、3時間は遊んでますね。やってるっていうか。うん。まあ、でもなんていうかな、やっぱり実践経験する前にね。実践経験して、やっぱり子孫を残さないと意味がないと思っているので、真面目に考えないと。ね。うん。っていうところかな。あ、割とフィリピン人巨乳と、フィリピン人巨乳頑張ってるな、頑張ってるな、いろいろ。割と、あの、僕は外国人、友達はね、外国人の方が多いんですよね。で、英語喋れるかっていうと、相手の方が話してくれるんです。で、フィリピンの人と、まあ、友達に最近なったんですよ。っていうか、久しぶりにね、出会って再会して、うわ、で、まあ、結構、仲良くなったんですよね。まあ、別に仲良くなる前から言うんだけど、で、まあ、女性に対して、結構僕聞くんですよ。体重何キロとか身長何センチ、あとおっぱいのカップは何カップですかって結構聞くんですよね。で、割ともう大体の人を答えてくれるんですよ。いや、聞いてみるもんだなって。で、まあ、ちなみに知り合った人だとアンダーが108で、下が何っけ、いくつだったっけ、はぁ、95だったっけ。で、その差がトップとアンダーの差が13だったから、だから B カップが 12.5 だから C カップだなとか。フィリピンっていうのは世界一の貧乳なんですよね。なので C カップっていうのは割と巨乳な部類に入るんじゃないかなと思うし、あの人、その、まあ彼女結構日本語がわかるんですよ、何喋ってるか。なんで、僕結構、うわ、巨乳じゃんって。だから、なんていうかな、ミルクいっぱい、母乳いっぱい絞れるよねって言ったらすごい笑ってましたね。で、もっと言うんだったら、
もうこれだけ、もうおっぱい大きいし、ちょっと、体重70キロで重いと思う、重いんだけど、でも全然僕気にしないな。いっぱいミルク絞り取れそうだし、あと子供も10人くらい欲しいな、みたいな。あ、10人はね、冗談だけど、実際は3人くらい欲しいなと。で、日本はね、少子高齢化だから、子供を日本に、あなたをね、輸出して、日本に輸入して、10人くらい産んで少子高齢化に、ね、なんか検討してほしいな、って言いました。全然話通じますね。てか結構寛容的。正直、そのセクハラとかは、まあ、言われることは意外となくてね、体のことを、褒められると、女性って普通に嬉しいんですよね、本能で。っていうのが分かりました。まあ、ただ、外国人と結婚しようとして、もう、お金がないとね、家庭っていうのは築けないから、運用資産が今ね、600万、700万って言っても、自分が生活できるだけで、ね、家庭を補える、だけの資金源じゃないから、そうだね、1億円ぐらい欲しいよね。いきなり。1億円ぐらいは欲しいんだ。それで会社に所属していないから言いたいほど、放題ですね。そうだね。VTuber 事務所には属してはいないから、てかね、社長イコール僕だから、僕が言いたい放題、僕が認めるみたいな。だから、僕が所属する VTuber って全然そういうこと言っても OK だなって、別にどんな手段だろうと人を集めて共感することができるんだったら、まあそれで OK って思いますね。もうなんていうかな、僕の大体行動理念っていうのが、このチャンネルの経営理念っていうのが、貧乏人とお金持ちを分けるっていうこと。貧乏人っていうのはお金がないっていうことは、もともとは信用がないし実績もないからこれだけのワーキングプア、安月給で働かされている、脳なしの奴隷みたいな存在、家畜みたいなやつだ。自分で考えることができない。自分の税金節税についても考えることはできないし、資産増やすことも、ね、考えることができない。バカッと僕は思ってるね。うん。まあ、アドリブでこんなのがいっぱいバッと出てくるけどね。で、まあ、そういう人たちっていうのは、まあ、何も考えずに、全然子供だけ増やしてもらっていいと思うんですよね。うん。で、で、僕のチャンネルを作ったのは、そういう、ファイアした人たちが、作るコンテンツっていうかない。で、また、投資をやって成功した手法っていうのを、まあ、ミーティング内で共有して、大きい、メリットっていうかな、高い資産効率を実現するなっていうのが意外とっていうか、まあそもそも運用前から分かっていたことなんで、今はようやくね、有益な情報をゲットするように、確かな情報っていうのかな、入れてアラームセットして、もうただもう単なる作業になってますね。条件に達したから買うみたいな。ポチポチと。だから、何？作業ぐらいでいいんですよ。株を買うときに迷うっていうときは、不確定要素が怖い、わからない部分があるから人間は怖いと不安に思うんですよね。暗い中、まあ不審者が出るかもしれないっていう路地裏の歩くみたいに、暗くて不明瞭なところが多いから怖いんですよね。だからちゃんとライトを照らして情報というものを知ってる状態、で、エントリーすべきだし、で、もそもそも情報っていうのは、まあ、見なくてもいいかもしれないね。もし勝ち、アルゴリズムみたいに、ある一定の型ができてしまえば。だから割と、僕が紹介する、取り扱っている銘柄っていうのかな、選ぶ銘柄と、アルゴリズムっていうのは、もう同じように買っていけば、普通に儲けていきますね。そう。あ、なんだっけ。アルゴリズムで勝率が 80% 以上だったので、自分の資金以上のレバレッジをかける信用取引だったら、さらに大きい、それに比例して利益が上がっていくっていうことは、まあ仮説としては分かっていたんですよ。まあ、ただ仮説というわけでね、実際やってないから、
すごく怖かったんですけど、で、2週間くらい前からやり始めたら、資産がね、そうだね、10倍、8倍くらいかな、スピードが上がったので、かなりっていうかな、効果としては、てきめんっていうか、そうだね、答えを僕毎回出さないと気が進まない。何が、含み益が急に拡大した要因は、扱える資産、信用取引で気軽に買えるようになったっていうことと、二つ目が、信用取引に準じたアルゴリズムの設定、値段の抽出ができるようになってからなんですよね。まあ、そうだね。何が知りたいかって、思いますか？それは、まあ、現物と違うところは、配当金とか優待がない分、その分、微調整しただけです。少しリスクにシビアに設定してやるから、利益率だったら信用取引の方が、資金効率の方が高いです。会社に所属している、いないから、まあ、言いたい放題なんだよね。そうだな。ホロライブっていうのは一人の人が有名に、あ、違う。これだ。名前は忘れたんですけど。一人の人が有名になったら、じゃあ同じ事務所に所属しているこの人なんだろう、見てみよう。ってなるわけなんですよね。だから、一人の人がファンがつけば、それはグループ全体に、こう、拡散っていうか、シェアされるんですよね。で、より大きい集合体として、フォロライブ、グループとして、認識されるされて、信用力っていうかな、認知度が拡大的。だから、その事務所っていうのは、ライバーっていうのは多く雇いたいんです。まあ、明日か明後日のね、ライブ配信で話すんですけど、企業分析をしていてね、偶然その VTuber 一人当たり、いくらもらってるかっていうのもね、細かく分析ができました。いや、会社員の年収以上ですけど、どうなんだろう。個人事業主としての見解とか、まあそこ興味ある人はいるかな。ちなみに今何歳くらいなんですか？何歳くらいなんですか？まあ当ててください。そうだね。僕の声からすると割と若いねとは言われるね。それは普段話しているし、自分の声を、こうやってね、モニターで聞いているから。わあ、すごい。もうやば。もう何幼稚になっちゃうのか。喋りすぎでしょ。40代、違うよ。バカ野郎。バカ野郎。違うよ。40代なわけないじゃん。もう性欲マックスだからね、普通に、まだ20代ですよ。まあ、それにしては結構大人びたことを言うなとは思うけどね。なんていうかな、社会人になってから、平均、大人たちが勉強する平均の時間って何分と思いますか？それはね、6分なんですよね。みんな勉強しないじゃんって。それはね、仕事、会社といい自宅の往復ばっかりで、で、通勤に何時間もかけて帰ったら、ネットフリックスとかアマゾン、YouTube を見て、全く勉強しないエンタメに、うつつを抜かす社畜とは違って、まあ、そういう勉強し続けている人たちとは、やっぱり大人と子供ぐらいの差が生まれてくるんですよね。だから、勉強していないバカっていうのは、話せばわかるんですよ。で、そういう時ありますよ。僕が投資する人たち二人で一人が、社会人、会社員か。で、話していると、たまに目合う時ありますよ。あ、今、バクの発言したみたいな。うわ、あうんの呼吸でね。声だけじゃわからんって。そうなんじゃ。24.5 歳。冗談。24、5歳。まあ、20代といっても、友人20代後半です。ねえ。まあ、何歳って言っても、まあ、いいかもしれないけど、まあ、どうなんだ？いいのか？
ま、ああ、そうそう。で、僕と同世代の同級生と話すけど、なんだろう、バカだなって思いますね。バカっていうのはね、学校のテストができるとか点数がいいとかそういう問題じゃなくて、問題課題を自分で、考える能力、そしてそれを解決する能力、これが求められている。いやいやいや、まあそういう話もすごく面白いから、後でもう3時に終わるって言ってたような気がする。めっちゃ疲れた。あ、株より結婚、うん、どう、俺、ああ、タイムラグか。株より結婚した方がいいの、いいと思うのでは、結婚的利益のうちに。あと、どうだろう。別に、そうだな。僕はどちらかというと、まあ、資産を、まあ、環境を整えてるから結婚した方がいいな、と思う派ですね。なんていうかな、あと。結局、その、人とか、彼女とか、いないけど、子供とかに使う時間の優先順位が低い。あとは、最悪、まあ、お金さえあったら、体外性受精とか、まあ、子供だけ産んでほしいみたいな。結構、そういう思考、常識に依存しないので。フィリピン人と友達とか、ポーランド人の身長170センチくらいの、14歳の、友達とか、まあ、シンガポール、フィリピン、いや違う、インドネシアとか、いるんですよね。だから、そういう優秀な人っていうか、面白い人のっていうかな、遺伝子を一人ずつ言って、子供を一人ずつ産んでもらって、コレクションしてみるとか、生き残りやすい子供が誰なのかっていう、こういうこともちょっとやってみたいですね。まあ、それは別にみんな言ってるんですけど。井村さんになろうとしている。誰だろう、井村さんは。なんだろう。まあ、ちょっとそういえばこの画面が出てたので最後に言うと、まあ、こういう一人一人が、配信者をこうくっつけること、グループとして活躍させることによって、で、認知度が拡大して、それがシェアされるっていうのをオムニチャンネル戦略、オムニチャンネルと言うんですよね。だから僕みたいな人、もしくは僕と一緒に活動してみたい人が、こういう一緒に活動すると、より目立ってくるはずなんですよ。僕はチャンネル1万人、1万人、他の友達もね、1万人とか。まあ、そういうものは、そういう人っていうのがいるか分かんなかったから、サブチャンネルを運営してるんです。で、都合がいい時に、エンディングで少し話すとか。あ、井村さんってジップだったっけ？お笑い芸能人をだったみたいな。で、全く有名にはならないし、面白くなかったのかな、知らんけど、みたいな。そういう人だけど、株だけのイメージしかないね。芸能人を名乗ってるけど、もう、投資家のイメージしかない。株やってて、井村さんが伝わないのはショック。井村さんか。メガネかけてる、なんかお笑いですか。そう。じゃあ、まあ、本当に言うよ。あと3分で終わります。3分で終わるから、こんな感じ。あ、また出てきた。資源運用下がる。あ、眠い。どうしよう。みんな大丈夫。なんで寝ない。おそらくこの感じで配信をしたら、全場でまで寝るんですか。僕は、そうだね、寝ますね。で、最終的、もう、売るタイミングっていうのはアルゴリズムにすべて任せている。だから、迷わないし、失敗もしないっていうか、ミスは起こない、起きない。
あ、忘れてた。アルゴリズム設定するのを忘れてた。更新の時期だったんですよね。30営業日、だから1ヶ月半を別に監視してなくてもいいんですよね。すごいよね。あの、ゲームしてアニメ見て寝てるだけで、あの、20万とか30万毎月儲けていくって。もうびっくり。ありえんよね。ああ、そうだな。最後にあと、BGM はあった方がいいのかな。まあ、実際に試してみないと、だいたい僕に BGM が向いてんのか、わかんないね。で、今度やるとき、まあ、だいたいこれ配信で、容量はつかめた。よう、録画するの忘れた。容量は覚えたので。そうだね。寄り付きまでには起きときたい、起きていたいのね。僕もそう。だから僕も寝る。もう、ね、終わります。あの、4時になったので。もうやばいね。やばい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 。明日、明日くらいにライブします。また、今度はちょっと、なんていうかな。話す題材をちゃんとね、ガチガチに決めてあるので、その、もう大体こう、ね、20人とか30人とか来るって、コメントあるって、あんま思わなかったので、予想してなかった。うん。わぁ。じゃあ、名残惜しいけど、終わります。これ、アーカイブ。アーカイブ？どうしようかな。うん、迷うね。大丈夫なのかな？いろいろ話したけど。基本はね、90円のメンバーシップに格納したいと思うんですけど。ってとこ。そうだね、一週間くらいしたら格納しようかな。ああ、今、ちょっとすごい疲れてため息が出ちゃうんだけど。すごい話したからね。ヤゴーさんみたいな、ホロライブのね、ヤゴー社長みたいに、ライブ配信が必要っていうのは分かったんですよ。だけど、アーカイブの保存って必要なのかについては疑問。一度過去に配信したアーカイブが、また見られるかっていうと、まあ、よほど好きな人じゃないと、まあ、通常は見ないんですよ。で、チャンネルの評価としては、あまり再生されないものを取っといても、チャンネルの評価が下がるようなので、あまり、残さない方がいいかなと思ってます。あと、僕嬉しいですね。40代は、40代じゃなくて、声だけじゃわからないのか。そういう人もいるの。エッチ。はい。よし。じゃあ、まあ、時間が定時決定刻に来たので、終わります。これをね、チャット GPT に、まあね、要約させて、タイムラインと、あとは概要とかをくっつけていきます。お疲れ様でした。めちゃくちゃ喋ったね。いや、皆さんもね、お付き合いいただき、感謝しています。やばいね。まあ、次からはちゃんとゴールデンタイムに配信するように心がけます。一人二人ぐらい来ればいいなと思ってたんで。はい、それではお疲れ様です。またね、明日かな、明後日会いましょう。お疲れ様です。バイバイ。